ということで、本日も、ホグワーツ・レガシーを遊びたいのはこの男、メツオです。ちょ、目薬さします。配信始める前にさしとけよなぁ。はい。ということで、前回のあらすじとしては、植物学の先生から闇の呪文から守る防衛策を教えてもらって、アバダケダブラっていう呪文を教えてもらいました。目には目を歯には歯を、闇の呪文には闇の呪文で打ち勝てという先生の教えを守り、はい、神々白菜とアバダケダブラでこの魔法界を征服したいウツボです。さっきなんかリンクしたんよ、ハリーポッターのなんかアカウントをリンクしたらもらえますよみたいなことずっと出てたから、一旦リンクしようと思ってリンクしたんだけど、リンクするためになんか質問に答えなきゃいけないやつがあって、俺英語だったから、なんかなんとなくこれだろみたいな感じで選んだんだけど、その組み分けなんかいきなりスリザリンに入れられて、なんか杖もよくわかんないアカシアの杖渡されて、レイヴンクローとスリザリンで剣舞するわこれから。なんかよくわかんねえけどスリザリンとか言われて、画面が真緑になって、でも俺よくわかんなかった。アメリカ語わかんないから、多分ね、認識のズレがあるよ、やっぱ。認識のズレがある。はい。ということで、ムティク・イガースイの物語を始めていくぜ。ペン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 。最初は闇の魔術の防衛術の授業に出る。 OK、 あ、そうだ、なんか教えてもらえるんだ。そうだそうだ、行ってこい。まあね、ムティク・イガースイはレイヴンクローだから、レイヴンクローの優等生。難易度をイージーにすることで周りのレベルを下げて相対的にレベルが高いぞ。ムティク・イガースイのこういったね、補足な立ち回り、まさにレイヴンクロー。難易度なんてね、もうみんなノーマルかハードでやってんだから、逆にイージーは珍しいということで、逆に知らん、他にイージーでやってる人知らん、他の人は難易度知らんけど、はい、これ絶対ファストトラベルした方が良かったなと思いながら、結構走ってきたんで、せっかくだから走っていくか。ローブ着て走るのいいな、みんな。なあ。ほら、もう猛ダッシュ。こういうとこショートカットできなくなってる。ああ、ここ。わかるわかる。さすがにわかるぞ、もう。あ、ムービー、そんないた人。レベルが低い。ああ、レベルが低い。この間に4、5発打っとかないとな、魔法は。一回一回、わーとか、なあ、水遊びじゃねえんだからよ、プールでよ。プールで水遊びして、キャッキャしてんじゃねえんだからよ。なあ、ホースで水かけるぐらいの勢いでやんなきゃ敵は知らねえんだよ。わかるか？おい。エクスペリアームス教えてください。私が頼んだことを全部終わらせられたかい？はい！先生、新しい課題が全部終わりました。よくやった。じゃあ、エクスペリアームスを教えよ。よく見ておきな。最強の闇の魔法使いが相手でも、武装解除呪文だけで倒せるなんてこともあるんだからね。なんだって？呪文を使うには、精神集中と安定した杖さばきが必要だよ。簡単だな、これは。来た！あ、赤ジャンルなんだ、これ。インセンディオどんなジャンルだよ、これ。素晴らしい。
ここのダミーで好きに練習しておくれ。おお、覚えたらしいぜ。じゃ一旦魔法を覚えますと。きた、エクスペリアームス。きた、エクスペリアームス。上達してるようだけどサボるんじゃないよ。いつかエクスペリアームスで命拾いするかもしれない。落ち込んじゃった。奪ったけど杖。落ち込んじゃったよ。まだやってるのかい？いや、2発目。言うて2発目。あ、持ってる。行くぞ。エクスペリアームス強くない？プロテゴ。ルーモス。じゃあ、どういうコンボがあるんだ、これ。メリオス、アクション、エクスペリアームス。エクスペリアームス入るのかなこれ。待てよ、分かった。ちょ、こっちおいで、こっちへ。アクション、アクション。だから1,2,3で引っ張って1,2,3浮かして1,2,3エクスペリアームスを入れたかった。1,2,3エクスペリアームス、アクション。まあでもこんなコンボ入れる前に敵解けるからいっか。先生、少しいいですか？ああ、どうしたんだい？お、何これ。先生はホグワーツだったんですか？先生はホグワーツの生徒でしたか？そうとも、誇り高きレイヴンクロー先生。誇り高きレイヴンクロー生だ。気になるのかい？ホグワーツがどう変遷してきたのか興味があります。俺たち誇り高いですよね。そうかい、あんたにも分かってるだろうが、城そのものが驚きに満ちてるんだよ。だからここで変化するものはおそらく階段だけじゃない。生徒に関して言えば毎年どんどん能力が上がっているようだね。といっても私らの頃も今と同じぐらいいたずらはあったけどね。私が首席だった頃はあらゆる悪事を見逃してやったもんだよ。敵じゃん。だけどね、フィニアス・ナイジェラス・ブラックとかいう男が授業中に砂糖ハネペンを楽しんでた時にはさすがの私も注意したよ。砂糖ハネペン。先生とブラック校長が学生時代に一緒にいらっしゃったなんて。見た目に騙されちゃいけない。いいかい、私はかつて時そのものに傷つけられたことがあるんだ。興味深いです。そんなことがあるなんて想像したこともありませんでした。ああ、まあ前の仕事はそういう危険性を伴うものだったからね。聞いてるかもしれないが、私は長年魔法省で無言者をやっていたんだよ。無言者って何？それは、ああ、ご想像通り、私の口からは具体的に話せないんだよ。あの仕事ではそういった事故は避けられなかったとだけ言っておくかね。これで当分はあんたの好奇心が満足するといいけど。はい、話してくださってありがとうございます。杖の練習に励むんだよ。常にいたずらには備えておかなくてはね。城の外でも忘れないように。無言者。え、無言で呪文打てんの？強いね。これで一個進んだと。技構成むずくない？これインセンディオの方が火力高くていいのかな。エクスペリアームス教えてもらったし、エクスペリアームス覚えとくか。ちょ、俺ね、アカウントリンクしたから新しい服もらってるはずなんだよ。着替えよう。こんなんじゃなくてね。ほら、これじゃないローブか。これだ、両マニアの両マニア。両マニアって何？両マニアって何なの？いろんなものにマニアがあるんだな。ほら、これアカウント連携したから、ほら、両マニアだよね。え、やったね。両マニアになっちゃったよ。さすがの俺も。マフラーとかもね、変えたい。あ、来た！
来てじゃない来た、これ伝説って書いてる、これゆるめのシンクの鍵柄マフラー、攻撃力強っ、攻撃力強ないこれ、ねえ、でもメガネはもらってないか、あ、ほらまた変なのもらったよ、これほらねえ、また変なのもらったからね、ねえ、これはメガネはメガネでいいか、帽子、うん、まあいいか、帽子も、え、なんかねこのゲームさあ、なにこれ、なにこれ、バスケットオリレッド、おー、このゲームさあ、実はなんかツイッチのドロップがあるんだね、多分みんな出てるんだろうけど、ツイッチのドロップがあってもらえるんだよな、服、ちょっとちゃんとリンクしたんだけどまだもらえてない、俺まだもらえてないんだわ、リンクしたのに、俺のね配信はドロップ有効なんで見てると多分ね自動でもらえます、すごい変なねメガネもらえるんだけど、まあ、とりあえずじゃあジャックドーの亡骸、一旦前回行けなかった、まあ、デュラハンのね人のデュラハンの人のねミッションをやっていこうかね、多分遠いんで飛びます、空飛びます、あ、もうおあつらえ向けのがねあるわ、来たぜ森へ、森へ帰るのか、今度は何をするの、来た、あ、このラッパってなんだっけ、なんもないか、おっしゃ、行くぜ、禁じられた森。フォビドゥンフォレスト。やっぱ中二ワードって英語でも読めるよな。なんかめっちゃいる。エクスペリアームス、くちばしもげろ、エクスペリアームス、あ、なんかいる。凶暴ダグボッグ、エクスペリアームス、ちょっと、レベリオ一旦近くで見せろ、待て、レビオーソ、あ、プロテゴ、1、2、ちょ、なんか地形がしょうもなくないか、俺たち一旦降りて戦おう、行くぞ、1、2、3、アクション、1、2、3、うん、1、2、3、これなんで引っ張れないか、さすがに引っ張れない、この人エクスペリオームス、レーモス、あぶねえ、重いと引っ張れないのかな、凶暴、自分で凶暴って言ってるぐらいだし、なかなかの強敵だったな、あ、また盗まれた馬車ある、この世界ではね馬車はねすぐ盗まれるんで、馬車なのかな、荷車、あ、こっちにも敵がたくさんいるが、え、人間だ、あ、先手必勝、くとめー、もう一回こっちに来い、雷どかん、おい、今ので精一杯、今ので精一杯、レビオーソー、寝れると思うなよ、あ、なんだ、狼の動物もどき、何もどいてんだてめえ、勝手によ、アクション、コンボが長いね、狼もどきってなんだ、
え、ああそういうこと。ポン、おいこっち、おい浮いて、エクスペリアンス。ルーモス、密漁生活も終わったね。終わったね、やったね、終わらせてあげたね。食いぶちを減らしていくぜ。俺がニューディール政策ってやつだか。え、密漁されてるこれ。あ、違う、なんだこれ。あ、来た、これあれだよ、回復薬作るための。あ、なんだここ暗い。俺たちはね、善行を行ってるから。お、なんだい、なにこれ、ナルト海峡、徳島か、ここは。飛び込む、もう飛び込み終わったけど、あ、もう一段階飛び込める。ウェーイ、レッツゴー。なんだこれ、来ちゃった。オープン。うわ、なんかもらった、金のドラゴンの目玉メガネ。これなんか隠し部屋か、いわば。どうせダサいけど、つけてみる。どうせダサい。ほら、バカ見て、これドンキホーテに売ってるやつじゃん、これ。え、防御力高っ。でもこれ、つけといて。なんだこれ。これつけといて、このメガネにしとけば、見た目を。防御力高い状態で、まあ、だから両方のね、恩恵を受けれる。よかったよかった。帰ろう。なんでこんなとこにこんなものが。いや、そうか、暗いとこはルーモス使えばいいのか。確かに、逆転の発想だな。こういうとこでも使える、ルーモスは。では、まあ、一旦本筋いきますかね。おう、意外と近い。これもなんか、なんだ、なんかしらめっちゃ落ちてるな。あー、すげえ、コージュロイ、コージュロイ出た、コージュロイ出た、コージュロイ知ってる、服屋で見かけるけど、服屋で見かけるけど洗濯の仕方が分かんないから触れられないやつだ。待つ、あ、夜まで待つのか。来たぞ、野宿、野宿だろ。おっせえな、おめえな。また会ったね、ジャックド。考えてみりゃ驚くことでもないのか、知識を求めてこんなところまで来るのはレイヴンクロー生ぐらいだ。言えてる。ここからどこに行くの？来いよ、行けるとこまで案内してやる。でも自分の死に場所に行くのはちょっとばかし気が乗らないんだよ。レイヴンクローのストーリーなのか。目を皿にして水盤を探せ。見つけたらこう言うんだ、イントラムロス。イントラムロス、多分ラテン語だ。ギリシャ語かも。わかるだろ、学校じゃろくに授業を聞いてなかった。行こう。ペンペンペペン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 ペペンペン、行くぞ。ルーモス、水盤以外まずい。でもルーモス、お前ルーモス買ったら知るか、幽霊だし。目印になるのは石橋、滝、ルーモス。そうだ、確か湖もあるかな。成仏せよ、行けばわかるよ。いろいろ教えてくれてありがとう。こうしてるといろんな記憶が。え、雲とかいるよこれ。Do not、 Do not 言われてますけど、奥さん。エクスペリアンス。Do not 言われてますけど。そうだな、近づけば近づくほどいろいろ思い出しちまう。俺はここまでだ。ここまでって。道沿いに進め。水盤がないか目を光らせておくんだぞ。ここまで、ここまで過ぎだろお前。これはラテン語。いや、ギリシャ語だったかな。ここまで過ぎんか、さすがにお前。インペラムロス。ごめん、もう呪文忘れたわ。無理だ。イン。今は先に進むしかないね。ね。なんたらロス。なんたらロスを言えばいいのね。水面を見つけたら。
ああもうこれ人が死ぬぞこんなところ。こっちどっち行けって言われた。これ、まあ、とりあえずこれいいのか。ジャックドーって泥棒なのに正直なんだね。やべえ、こっちか。道なき道を進んでいくぜ。まあミニマップ見れば書いてる。魔法ってすごいや。ミニマップの技術もあるからね。妙に厳かなところだね。早く死体を拝んでやりてえな。お時間も立派で迫力がある。なんかあったな、ポケモンにもこういうとこあったよな。あ、来た。合言葉覚えてるか、ムティク。覚えてるよな。行くぞ。イントラムロス。それ。すごい。すごいね。ルーモス。こんなところに来るなんて。こんなところに来るなんてな。お前らの行く先なんざお見通しだ。インペリオー。違う。なんだこれ。エクスペリアンスだ。うわー。クッション！クッション！握手！握手！ライビオス！イントラムロ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 ス！うお、先に殴れば勝ち！取得。今さら蘭禄に報告されたって問題ない。この先に何があるか見に行こう。行こうぜ。ジャック堂の墓。なんであんな目つけられてんだあの人。でもあれか、コン引きちぎったからか。悪いやつやな。まあやっぱなかなか骨があったな。でも古代呪文のマーク。このルーンは扉を開けるのに関係してそう。レベリオ。うん？え？シンボルに当てても明かりがつく時間が短い。え？あ、これでいいの？まあもうなかなかハードな謎解きだったけどね。レイブンクロー星の俺にかかればこんなもんですわ。あ、ちょレイブンクロー星は賢い。ムティクも賢い。用のない人は入れないようになってるんだ。知ってる呪文でこの先に行けるのかな。焼けってことですか。待てよ。あ、なるほどね。まあまあまあ一旦焼きますか。インセンディオ。やっぱインセンディオ強いね。うん、やっぱインセンディオ強いわ。炎って強い。なんだ。ああ、糸吐きカニ鬼雲。糸吐きカニ鬼雲。こいつ名前に含まれる一般名詞が多いな。ウロテゴン。待てよ、まとまって、はい、まとまって、そこ、インセンディオ、意外と待て、ああ、痛かったね、かわいそう、インセンディオ、あ、インセンディオ、インセンディオ、ウルーモス、ウェイ、見張りカニ、お肉も、見張りが最後に来る、本当に見張ってるだけだ、あ、こいつ生きてんのまだ、しぶと、足早っ。早いね。なんかもらったんだけど、クモの牙。いらんいらん。どっちから来たかわからんけど、とりあえずあっちだな。うわ、まだいる。集合集合、みんな集合集合。ジャックドーにかけたなら僕にも負ける。集合、行くよ。はい、インセンディオ。また同じ謎これ。待って、これは？これまた同じ謎じゃない？これ。でも。はい、はい。はい。
はい。ん ?2 個。2個なわけがない。2個か ?2 個でいいのか?うん、シンボルはきっと探せばあるはず。あったわ。出た。やっぱ2個なわけがないんだよな。こんなひねりがないわけないから、やっぱ賢いね。高 IQ。さすが。IQ104 の天才的頭脳を持つムティクイ・ガースイにかかれば、こんな謎解き、赤子の手をひねるようなもんだぜ。自動でしゃがんでくれる。なんかいるぞ。エネミー、エネミースポーティー。おい。おい、体力は出ない。妙だな。なんだこいつら、言うほど敵ってわけでもなさそうだ。こっち登れんのかな。あ、登れる。え、俺どこ行ってんのこれ。 157m って書いてある。あっちか。あ、俺どこ行けばいいの。はい、まあ、まあ一旦道沿いに進んでみるか。うん、道なき道を。こういうとこも登ってみつつね。登ってみつつね。意外と登るのも難しいしね。待てよ。こっち、こっち、なんか、ね?ほら。ね?ね?ほら。ね?首なしの骸骨は見当たらないけど、ね?これはもらっておくとしよう。ね?ね?ちょっとじゃあ装備見ますか。あ、変なのばっかあるな。変なのばっかだな。あ、でも レジェンダリーだこれ。あ、でも弱い。レジェンダリーなのに防御力弱い。なんで?いっか。これもあれか、ローブも変えた方がいいのか、これ。風格ある金のシルクローブにしとくか。あ、すごい!英国紳士。まあ、マニアのね、ローブに変えるんですけど。もうメガネ変なのしかないね。これはね、見てろ見てろ、行くぜ。ちょ、IQ 高いから。行くよ。アクション!アクション!すごいね。ほんとか?これ、あ、そういう感じか。え、すごい。なるほどね。あ、固定されてるから。あ、なるほどなるほど、そういうことか。そういうことですよ。つまり、ジャックが独り占めしてなくてよかった。でも遺体はどこだろう。あっちも行けるんだ。じゃあ、え、じゃあこれ今イガースイめちゃめちゃ足に力入れてるってこと?じゃないとおかしいもんね。インセンティブ。よこしなさーい。お宝は私のものよ。41円。宝箱。ジャックドーはあんまり調べなかったのか。妙だな。インセン。なんだ。ちっちゃいのが。ここやば。ここやばいって。アクション。ここやばいって。インセンティブ。ここやだな。ここ嫌じゃない。え、待って、俺なんかヘルスが激浪なんだけど、いつの間にか。何、え、雲大丈夫、大丈夫かこいつは。なんでお前何してんの。よくわかんないことになっちゃったな。おる、オーバーキルすぎ。回復してるわ。でも体力、首なしの骸骨は見当たらないけど、マフラーね、これはもらっておくとしよう。インセンティブ、ここね、焼いておきますか。じゃあ何だったんだろうな今の雲。他
ここは通れない。なぜ割らせた？リペロ、レパロ、レパロとかできなさそうだよね、これ。これじゃあ宝箱あるだけか。まだ回ってんだけど、こいつ。名残惜しいが、先に行くぜ、俺は。ちょっとばかし名残惜しいが。アクション。うわ、危な。なんかいる。アクション。インセンディオ。アクション。インセンディオ。うわ、雷くらえ。ちょっとそれ、そいつ引き寄せないで、そいつ引き寄せないで。インセンディオ。あぶねえな。アクション。おお。1、2、3。浮かせて、1、2、3、引っ張って。引っ張って。燃やして。プロテゴ。ルーモス。あぶねえ。引っ張るの嫌だな。なんか、重い。重いから。あんま引っ張りたくないよね。ルーモス。ルーモスって実はね、ジャックドーが独り占めしてなくてよかった。クールタイム、連続栄翔のクールタイムが短くていいね。実はめっちゃ短い。ルーモス。結構なんか入り組んでるね。俺じゃなきゃ迷子になるぞ。あ、これ下じゃん、さっきの場所の。降りてもいいんだ。最悪降りててもいいんだ。多分。ルーモス。ここはいけない。こっちでいいのか。あ、あれ。あともう一息。また雲。また雲。ジャックドーの首を落としたわけじゃないよね。まあ一旦スルーするか。意外とスルーできそうだし。俺に話しかける。なるほどね。やろうぜ。いいな。あなたを一旦こっちに寄せて。ね、集まったみんな。オッケー、集まった。意外と集まってない。うわ、1、2、3。こっちにおいで。あ、燃えなさい。プロテゴ、プロテゴの時の反射おもろいな。あ、まだいいのか。まだこの辺の石をねぶつければ雲は簡単に死にますね。こうやってね。なんかキメー。あ、質感がすごいキモい。あ、でもなんか防具にできそう。ほら、あ、爆弾くらえ。なんだおめえ。1、2、3。1、2、3。間違えた。オッケーオッケー。あー、いてー。1、2、3。オッケー。とりあえずまずね、一人やって。1、2、3。浮かせてるとダメージでかいよね。これいります。あー、痛い。助けて。危ねー危ねー。イージーで死ぬ。おらってめー、やめろー。危ねえな、お前。痛くねえんだよ。おい、だってお前、一旦これくらえ。ほら、よし。カニ鬼女王さんみたいな。だってお前も、この、お前もこれで死んどけ。危ねえ。ふぅ。まだいる。はい。さようなら、クモさん。ジャックドーが来てからこんなに増えたんだろうな。はい、すごい。ちゃんとセリフに演出も加える。
古代魔法撃てんの強すぎだな、やっぱな。あ、なんかあれ。ほら、いい。手つかずの宝箱？装備いっぱい、マジ？あ、防御高っ。あ、なんか柄も面白い柄してる。どうしよう、変なメガネとか拾ったからかな、これ。いらないものを捨てるか。0円だし捨てていいか、これ。メガネね、バイバイ。あんまり調べなかったのかな。俺もなんか何個かあるんだろうな。あるわ。シンボルを探して回らないと。おお、すげえ。ここがホグワーツ魔法学校。上等な柱だな。きっとこの先にジャックドーの亡骸と例のページがある。いや、なんか明らかに敵いない？絶対襲ってくるやん。あいつらが襲ってこないわけない。エクスペリアームスを使えってことだな、これ多分。え？何これ？ルーモス。でも全部同時だから意味ないじゃん、これ。一緒にクールタイムになる。エクスペリアームスしろってことなんでしょうね。また会ったね、リチャード・ジャックド。すげえ、2本も。2本も使ってる。ページは無事でよかった。ああ、もらった。あった。ジャックドを破滅に導いた地図だ。読めない。この部屋の向こうには何かあるのかな。レベリオ。そういうことだと思ったぜ。やれやれ。どうして俺はこうやって巻き込まれちまうのかな。ちょっと一旦それください。エクスペリアームス。ああ、プロテゴ。これ全員から没収して丸腰にしてあげよう。エクスペリアームス。没収です。生えてくるじゃん。なんだお前、意味ない。お、撃つ。プロテゴ。武器奪ってる。奪ったけど意味なかったよ今。ドイツ、お前か。返しなさい。武器が本体だったパターンもあるのね。はいはいはい。どうする。生えてくる。生えてくるじゃんお前。ちょっと待って、いろいろされてる。どうしてちゃう、かわいそうに。もっと考えて撃て、技は。はい。プロテゴエクスペリアームすると威力上がってるな。1、2、3。はい、1、2、3。強い。1、2、3、1、2、3、4。はい、ボスみたいなの来たね。ルーモス、行くぞ。くらえ、ルーモス。強い、なかなか強いでしょ。これも奪えんのかな。どうする。生えてくるじゃん、意味ないよこれ。基本的に生えてくるよ。ほら取るでしょ。ほらなんかあれ、お前そんなんだったっけ、そんな武器だったっけ今。いろんなの出すわこいつ。1、2、3。浮かせて。1、2。何、効かない。なるほどね。
エクスペリアムス、レビオーソといったー。レビオーソとアクションが効かない。こいつ剣道をやってるみたいな戦い方する。とりあえず一人どうする。仲間は死んだぜ、仲間は死んだぜ強いすごい突き刺した一本。びっくりした、どうなってるの。明らかに突き刺したな今。前に見たことある。あ、来た。グリーンボッツと禁止の棚で行くぜ。ここなんだ。あれ、ここ、あ、違うな、知らないとこだ。部屋の中に水が、そんなめちゃめちゃトラップじゃん。何が守ってくれてるんだろう。一体どんな魔法が守ってくれてる。あ、本当だ、すごい。なんだこれ、これがルーモス。魔法が守ってくれてる間にここから出られるといいけど。割と出れたな。一体、あ、銀行だ。違う、銀行ではない。なんだこれ。あ、マリオ64。そういうこと？うん。そんなことが。何が？いや、こっちのセリフだけど。こっちのセリフだが。なんだこいつ。出たな、パーシュアル。あれ？どっか行った？これか。ルーモス。こんにちは。先生だ。ついに誰かが地図の間を見つけたのか。ペンシーブで見たことがあります。ラカム先生ですね。いかにも。正直に言うと、これほど幼い者が立っていることに驚いている。どういう仕組みなんだこれ。先生とイシドーラ・モーガナークがホグワーツに入ったのと同じ年です。ちゃんと注意を払っているようだな。では君もあの力を。古代魔術の痕跡が見えることなら。そうです。気づいているかもしれんが、この力を持つ者はあらゆる魔法と独特な関係を結ぶことができる。我々は他の者が知る由もない魔法の神王に触れられるのだ。冒険の中でこの稀有な才能を磨く機会が訪れるだろう。うまく使いたまえ。はい、ありがとうございます。伝えたいことが山積みだ。だが初めに君をここへ導いた地図が入っていた本だ。その本を台座に置いてくれ。すいません、本を持ってないんです。うん、それは残念だ。なるほどね、本。ではそうか、君が本を持って戻るまでこの会話は中断せざるを得ない。なんだって？これチャット GPT なの？これつまり。どうして地図の間と呼ばれてるんですか？本が台座に戻ったら、すべてを明らかにすると約束しよう。本人はもういないのか。家にあった像や彫刻はあなたのですよね。本人の記憶を入れて代わりに話してもらってる。来ると思ってましたか？今はこれ以上言えない。君がここに来たことに驚いていないとだけ伝えておこう。わかりました、すぐに本を持ってきます。頼む。本が戻ったら話の続きをしよう。なるほどね。え、古代魔術とのつながりによって才能プラス1が解除されました。魔法使いレベルが1上がると才能ポイントが1上がります。すげえ、エスケープ才能。才能って後天的に授かれるんだ。やった、才能。おお、わおわおわお、才能ポイント。才能ポイントを使えば呪文を強化して攻撃力やステルスなどを上げることができます。ただし選ぶのは慎重に。才能ポイントの振り直しはやり直しができないので、獲得できる才能の数では限りがあります。あー、
どれにしようかな。え、これ強いじゃん。5レベル必要とかはなんだ。俺12レベルじゃないのこれ。もうしぶとい呪い。ええ、あ、これでもダメだ。闇の呪文をそもそも覚えないとここの才能強化しても意味ないんだ。なるほどね。うん、これは？ええー、強い。うおお、おい、強いじゃん、これ。強いじゃん、これも。コンフリンゴ、出た、コンフリンゴ。デパルソー、出たな。デパルソー。最初に先生が使ってたわ。コンフリンゴー、デパルソー。え、全部強いじゃん。プロテゴ。え、プロテゴの吸収。え、強い。基礎呪文が命中するとクールダウンが短縮される。え、強い。ルーモスの習熟ないね。呪文セット、うわ、利便性の向上。楽しいじゃんこれ、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 楽しいじゃんね、ね。え、見くらまし銃、めくらま手術を使いながら出してきる。地味いらんよ。あ、でもめくらま手術使いながら、ルーも使いながら出してきるのか。なるほどね。え、カミカミ白菜増えんのいいな。え、悩むけど、あ、いや、ちょ、俺が思う強いやつを取る。これでしょ、まず。で、ちょ、闇は一旦、闇弱い。これ意外と闇弱い、うん、意外と闇弱いんだよな、これな。で、アクション、インセンディオ。え、これだろ、どう考えてもどう考えてもこれ強いからね。みんな気づいてないかもしれないけど、明らかに強い。みんなもう誰も取ってない、多分。もう全プレイヤーもう一人も取ってないけど、これ。多分みんな神々白菜取ってるけど。みんな神々白菜取ってるだろうけど、絶対こっちが強いから。俺は分かったよ。他どうしようかな。あ、プロテゴの吸収欲しいな。あと基礎呪文の熟達、うん、カミカミ白菜。まあ他は、他は一旦ちょ1ポイント残すか一旦。おい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 、強くなったぜ俺。早く早く食べさなきゃ、早く食べさなきゃ。こんなの、ここは何、俺こっちから来たんだっけ。こっちから来たのか。これで帰れんのね。これ強いぜ、今もうやばいぞ。ページも敵いねえかな。見つけた。もう本はいらないかな。敵いねえかな。敵。早く敵いねえかな。
敵いないと撃てない。陰線です。おお、ほら輪っか出るよ。あいつさ、それちょ開けてみようぜ。これでいけないんかな。アホでいい。はか、ああやられたねルーモス。とりあえず一旦帰ろう。これこっちか。500円も入ってたよね今ね。500円やばいって。ここはホグワーツ。ホグワーツ。フィグ先生はいつ戻るのかな。先生がいない間も真面目にやるって約束はしたけど、先生が本を持って帰ってくるまで気晴らしでもしてようかな。宝箱もあるなんだこれ。気晴らし。あ、才能もらった。才能もらいました。ありがとうございます。でも閉まっててどこにも行けないぜ。君は追い払い呪文のデパルスを覚えなくてはならん。物や敵を押しのけるのに便利だ。必要な課題を終わらせたら私の教室に来なさい。デパルソね。レベリオン。レベリオン。出た。眠れるドラゴンだぞ。眠れるドラゴンをくすぐるべからず。うん。すまない。私があるか。なんか聞こえてくる。バトってる。レベリオン。レベリオン。あ、ホグワーツだ、本当に。レベリオン。どこだ、これ。タンス。こんなとこにタンスあるんだね。あ、これ玄関？これ玄関じゃない？こんなにこんなに繋がってたんだ余裕で。絶対マップ覚えれんわこれなあ。一旦クエストを進めるか。あ、そうだ、俺物売りてえんだわ。俺攻撃力めちゃめちゃ上げれるやん。装備ちゃんと更新していかないとダメだな。なあ、帽子とかも分けら、俺絶対上がるもんね。29とか書いてるよ。見た目一緒なのにこれ。見た目がスナフキンになっちゃう。これ今最強装備か。俺のだいぶ強なったぞ。あ、でもこの辺も強いな。優雅なコーディネートより強いわ。小ざっぱりしてる方が。これでいいな。ちょ、売りに行きたい。飛行、おお、あ、飛行訓練って書いてる。飛行訓練、ちょっとマジ？ちょ、装備品とかいいわ。飛行訓練行かなきゃな。おわ、待ってたんだよ、お前を。お前を待ってたんだよ。あ、ちっか。だいぶ近場だったけど、もうそりゃそうか、飛行訓練屋内ではやんない。おお！
すげえ。あれくぐるんだ。はい、野宿と。みんなほうきを持って、それでは始めましょう。そんなすぐ。おお。ミスタークロプトン、よそ見しないでちょうだい。俺だけ手ぶらだって。マダム小川、皆さん、飛行訓練の授業に新しい仲間が加わりました。ようこそ。今日の目標は、皆さんに安全なほうきの扱い方を覚えてもらうことです。ほうきを使って空を飛ぶのはあくまでも移動手段ですからね。それを忘れていた人もいるようだけど。いや、見言われてますよ。急降下やループ飛行はこの授業では教えませんし、許すつもりもありませんよ。てか、もう一人だけ服装も違うもんな。ようなプロたちに任せましょう。蛍光色のランドセルで登校してるような感じ。ファンじゃないのね。では、夏休みも練習を続けていたか見せてもらいましょう。では、おさらいしましょう。まずはほうきに近づいて、はっきり上がれと命じます。浮いたらまたがって、座席部に体重を預けなさい。上がれ上がれ。そんなすごい勢いで上がってくんだね、ほうきって。さあ、やってごらん。俺はどうすんの。ああ、ある。上がれ、このバカボロ儲け。上がれ。才能の違いってやつだね。片足を上げて両足でまたがる。横乗りはダメですよ。風が吹けば簡単に飛べます。お、飛んでいる最中に笛が聞こえたらすぐに地面に降りて。でもついに飛ぶぞ。飛ぶぞ。来た。よし、それではまず中庭にある輪っかを飛びながら通り抜けなさい。注意するのよ。ほうきは学校のものだからね。ああ、制御ができない。助けて先生。先生。 Q は何これ。あ、操作か。なるほどね。行くぜ。これ面白い。これ面白い。慣れるまで少しかかるぞ。受け取る。めっちゃいいじゃん。大きい。移動楽そう。その調子。もうほうきに慣れた頃ね。次はもっと上の練習をこなせるか見てみましょう。上の練習？何すんの？次の一連の輪っかは地球をぐるりと巡っているわ。もっと難しいわよ。あ、すごい。あ、なるほどね。はい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 。あ、この輪っか、そういやさっきあったな。あったあった。あ、待って、なんかちょっと待って、待ってちょっと別のあれのオーバーレイが出てて操作できん。あー、くそ。ちょっと待って。あー、危ねー。出せねー。待って、危ねー。危ねえ。ちょっと待ってくれ。ホウキ待って。これ操作方法を変えないとショートカットがダブってる。危ねえな。ホウキの操作方法。あー、あったよし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 。これでいい。あー、操作しやすいねー、これで、ね、あー、でもなんか BGM もなんか楽しげなのになってる。おいおいおい、前のほうきスピード出せよ。おい、待てー。いや、スピード出てるね。意外とスピード出てるな。じゃあいつ抜くぞ。インつくぞ。インついて。うわ、こうやって水中の住人がたまに顔を出すんだよ。クラーケン、やった。誰か見てたかな。クラーケン、いや、これシフトとコントロールとさ、スペースってデフォルト操作めっちゃ難しくない？みんな変えてるよな。左の小指忙しすぎだろ。結構やるね。ちょっといい？
な。すごくうまく輪をくぐってたね。ほこりまみれの学校のほうきをあんなに乗りこなすなんてすごいよ。簡単だぜ。君ならもうちょっと難しいことにも挑めるんじゃない？お？順番が逆だった。前にあったよね、エヴァレット・クロプトンだ。あれか、爆弾投げた人か。よかったらちょっと一緒に空を飛びに行かない？いいぜ。それは面白そうだね。何をするつもり？ちょっとした寄り道かな。こっちだ。間もなくツアーのお時間です。遅れないよう。今飛んでるのが変身術の中庭の上だよ。はいはいはい。ああすごい、アクロバット飛行すんのね。今日は校長が窓際で紅茶を飲んでないといいけど。これあれだね、なんか探し物頼まれたやつもできそう。これでこの先は庭園だよ。ハッフルパフのダウマ室の窓がちらっと見える。僕としてはちょっと狭苦しいけど。どうしたらあんなに早く飛べるんだろう。コツを教えてあげる。すごい。スピードを出したいときは前かがみになるんだ。厄介な状況から逃げたいときに便利だよ。なんで本気で飛べるんだろう。何これ、前方飛行中に一気にスピードアップします。やっぱこうじゃないと。なるほど。あーすごい、ゴルフの地でも流れてるの。なるほどね。有名な橋がすごいすごいすごい。なんと全部魔法でかかってるんだよ。おー、フクロウ小屋だ。なかなか立派な建物だと思わない？どこ行ってる、こっちか。名所案内、最高のツアーだよ。すごい、これ移動早い。移動全然変わるな。これ空飛べるといいよね。やっぱね、空飛べねえと。やっとゲーム始まった感あるわ。いやー、小川先生の笛だ。あ、そういうことか、今のが笛か。早く戻ろう。早っ、あの人。俺もいいほうきが、いいほうきに乗りたい。もっと急いでほうきを返した方が良さそう。ふぅー、ブーン。なるほどね、こんな感じか。あなたたちどこに行っていたの？どこって？ああ先生、校内だが。二人で少し特訓でもしようと思って。私の指示に従わないなら二人とも。やばい、まずい、両方レイブンクローだ。まずい。ミスター・クロプトン、失望しましたよ。この授業を受けているの。それはあなたがまだ自分の放棄に対し敬意を持っていないからよ。でも先生。おたまり。今日の授業は終わりよ。おたまり。あなたもよ。今後はもう少し分別ある行動を取りなさい。やめろ、その追い打ち、追い打ちみたいなやつ。帰ろうとしてんのに。でもなかなか早く飛べていたわよ。いい先生やん。やるね。小川の件はごめん、悪かったけど、叱られる価値はある眺めだったろ。まあね、減点されてでも寄り道した甲斐はあったよ。君にはほうきの才能があるよ。ちゃんとしたモデルのほうきなら小川お気に入りのイメルダにだって負けないんじゃないかな。僕も自分のほうきがあればな。学校のほうきを使えるのは。あ、これあれか、自分のほうきもらわないといけないのか。ほうきを買わなきゃだね。買えるなら買った方がいいよ。僕も欲しい。ホグズミードのスピントイッチーズでアルビーウィークスに会ってみな。ほうきのテスターを探してるんだ。君には今後も注目してるよ。行こう行こうぜ。イエーイ、ふー、行こうぜ。今日ホグズ行かん。新しいブライトスパークのほうきを変えたら絶対。ホグズ行かん今日。ホグズ行こうぜ。ホグズ行きまーす。どれだ。え、はてだはてだ、なんだこれ。まあ、一旦ホグズ行くか、普通に足で行くか。足でっていうか普通に行ってみたら買えるんかな。大木屋さんみたいなマークあるだろ多分。これかスピントゥイッチーズ、これかな多分。一旦行ってみよう。クエディッチのアイコンしてたね。ホグズ行こうぜ。いや、ちょうど装備とか売りたかったわ。忘れてないぜ。
どうだった？なんか喋ってる。悪い魔法の練習に興味があるってさ。闇の魔術に対する。なに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 、セーバー、その近くに秘密の場所があるんだ。おい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 、ナイス。こんにちは。配達の手伝いが必要なんだが、興味があるんじゃないかな。あ、ここだ。レベリオ。レベリオ。これがあれか、クディッチの服か。できるだけ早く8階のロータに。めちゃめちゃ来てる。勉強するのに。めちゃめちゃメール来てんだけど。あそこなら。どうも、ウィークスさんですか。一旦放棄だわ。アルビーウィークスだ。スピントゥイッチーズへようこそ。出直してきてくれたんだったら申し訳ない。物流の混乱で店を閉めてたんで、ね、あ、なるほどね。ロンドンの取引に行ってたんだ。ここまでストーリー進めないと放棄乗れないように。在庫の人いなかったんだ、来ても。放棄を探してるんじゃないか。そういうことか。今ならユーウィーバーがある。エンバーダッシュにシルバーアロー、ウィンドウィスプもだ。どれを選んでも満足間違いなし。ウィンドウィスプ、品質も名前がいい。一流の品ばかり。ウィンドウィスプがいい。俺ウィンドウィスプがいいです。交易路が原因でお店を閉めることになったんですか。大変だったよ。犯罪者どもが物流ルートに手を出したらしくて、各地の村は大迷惑さ。放棄があればどこへでも行ける。でも仕入れた商品を抱えてとあっては話が変わってくるね、うん、まあいい、仕事だ。気に入った放棄があれば声をかけてくれ。放棄のこともっと教えてください。お安いごよ。放棄のことなら何でも任せてくれよ。ウィンドウィスプはトネリコの持ち手に定評がある。トネリコの持ち手。ユーウィーバーはレアだ。ユーウィーバー、怖がる人もいる。一位の杖の暗い印象のせいだろうね。そしてエンバーダッシュ、見た目から入るにはぴったりさ。毎日ほうきと触れ合えるのは至福の喜びだ。この店をやってる理由の一つだね。掃除道具にもなんのかな、ほうきって。ほうきの品揃えがすごいんですね。なんかあれだよね。見せてもらいます。ありがとう。ルンバに乗って移動するみたいな。今日は何を探しで？あ、あった、これだ。ウィンドウィスプ。これがエンバーダッシュ。それは最高級品だよ。これすごっ。燃えとる。ウィンドウィスプ。あ、てか座席ついてんのこれ。それは最高級品だよ。全部最高級じゃん。ユーウィーバー。うわー、ユーウィーバーね。それは最高級品だよ。エンバーダッシュよくね。やばい、ウィンドウィスプ。ウィンドウィスプ違うわ。一旦これ売ったら買えるだろ、これ。いらねえ、こんなん。いい取引ができたよ。いらんよね、これ全部。装備してないやつでこれ出てんのかな、全部。売っていいよね、これ。とりあえずレアのやつは売っていいよ。売っちゃおう、これ。売っちゃおう、全部ね。変なメガネも。やべえ、すげえ金になった。俺制服売っちゃった？まあ、いっか。制服なんて合ってないようなもんだろ。エンバーダッシュいいな。メラメラと燃える炎のような人にぴったりの宝器。これじゃん。これだわ、これにします。見た目から入りたいです。その宝器ならきっと満足するよ。約束する。助かる。来てくれてありがとう。小川先生の授業で使う練習用のほうきに比べたらどれだって性能は勝るけど、はい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 、弱点もある。見たところ君はほうきの強化に興味がありそうだ。弱点もあるんだ。そうだろ、先に教えてほしい。はあ、思った通りの子だ。低空でのパフォーマンスならどのほうきでも満足してもらえると思うよ。でも高度が上がるとスピードが安定しないと感じるかもしれない。きっとそれを直す方法があるはずだ。強化のアイデアが溜まっててね。どんなほうきのパフォーマンスも向上させてくれるアップグレードさ。ほうきの飛行テストを報告してくれる人を探してるんだ。アップグレードの完成に必要でね。そこでだ、イメルダレイエスお気に入りのイメルだな。小川お気に入りのイメルだ。ほうき競争しているんだ。賢いよね。飛行データを集めるには理想的だと思わない？もし君が彼女の最高記録を破ることができたら、ほうきの使用感を報告してほしいんだ。最初のアップグレードを完成させられるぞ。どうだい？すげえ悪い顔してる。なんだ今の。小川の教え子ですか？小川先生の生徒ですか？ああ、でも僕は飛び方よりもほうきの技術的な面にばかり興味があってね。
先生にはスピントゥイッチーズが向いてると言われたよ。僕がキャノンズやパドルミアユナイテッドでブラッジャーを打つなんて想像できないしね。それに店を切り盛りするには若すぎるって反対する人を納得させるのは気持ちいいんだ。君のおかげでこれからも魔法使いのスポーツ用品にかけては一流の知識を持ってるって胸を張れるよ。報告は僕である必要があるんですか？イメルダに手伝ってもらおうとしたけど、あの子の飛行にちょっと癖があってね、頼むわけにはいかないんだ。変な癖がなくて飛ぶのが得意な人が必要なんだ。エヴァレットから君は砲撃が得意だって聞いたよ。エヴァレットはいつもここで最新モデルを研究してる。同じ熱意を感じるよ。君が噂通りの才能の持ち主でイメルダの飛行記録を破れるなら、ぜひ僕の砲撃を試してほしい。任せてくださいよ。砲撃が好きになったのはいつですか？初めてクイディッチの試合を見て以来だ。ああやって飛び回っているのを見ていて今でも僕のアイデアに疑問を持ってる人はいるけどね。やっぱりやめたなんて言わないでくれよ。でもこれで俺も飛べるのか。いいところまで来てるんだ。面白そうですね。やってみます。ありがとう。後悔はさせないよ。うまくいけば新しいアップグレードは砲撃を全ての面で強化してくれるはずだ。値段も特別に負けとくよ。砲撃競争はなかなか面白いよ。クイディッチ競技場のイメルダ・レイエスと話してみて。やるか。砲撃強化は大事だ。イメルダの記録を破ったら必ず知らせてくれよ。手待ちんな、これは。行くか。あ、でも飛行禁止されてるエリアとかあるんだ。もう俺飛べるんだ、だから。あ、自動で、ついてる。すごい。砲撃多くね？こんなんの？砲撃のアップグレードしに行くか。俺もう飛べるんだ。やった。飛べるんだ。めっちゃある。なんだこれ。めっちゃあるな。ちょっととりあえずこれやるか。もう地に足つけて歩くことがなくなりました。ここだ。ここ行くんだ。ここに行けるところ、この辺かな。え、これなんだ、 B で出すのかな。 B でほうきまたがれんのかな。これか。 B じゃない、待て。おい、タブ違う。あ、あった。3だ。3ん、タブ 3？ あ、こうだ。行くぜ。どこ？あっちだ。うわー、危ない危ない危ない。すごい、多分早い。こんにちは。あ、クイディッチ競技場にいるから砲撃がないと入れないっていう魂胆かい。あら、失礼。レイクロー。あ、寮の名前で呼ぶね。イメルダレイエス。ルティクイガースイだ俺は。あいつが未だに砲撃をアップグレードしようってあがいてるのね。手伝ってあげようとしたのよ。でもスリサリンだこいつ。私の飛び方にあれこれ文句をつけてきたから頭にきちゃって。馬鹿げた砲撃のテストにどうしてあんたを巻き込むの？まだ飛び始めたばかりよね。訓練でクロプトンと技術を見せびらかしたんだった。なんだこいつ、嫉妬する？僕の技術に嫉妬してるんだね。レスバ開始。嫉妬？スリサリンのキャプテンの私が。レスバしようぜ。俺とな。あの授業が初心者と問題児とどんくさい猿向けだってことはみんな知ってる。なのになぜかみんなあんたがライバルだと思ってる。そんなの耐えられない。ライバルになるかもしれないね。あんたはスリザリンですらない、役立たずの救い部なのかも。おしゃべりはもういい。どっちが上か確かめる方法は一つよ。私はこのコースの上位タイム保持者よ。あんたに勝てる。スリザリン対レイブンクローよ。受けて立つ。うん、喜んで。記録を破ってやる。あんたが悔しがるとこ早く見たい。早く見たい。調子に乗るなよ構造。どこだ、コースが分かんねえ。ノリで行くぜ。ゴースト、ゴーストいなかった今。やった。あ、これゴーストか。何これ、ログボ。これは何？なんかもらえんのこれ。
これなんだこれ。これなんかもらえんのこれ。これなんなんだろうこのバブル。とりあえず集めとくか。なんか油か何か。油のシャボン。あ、でもなんか右下のゲージが回復してるな。取り続ければ無限ダッシュができるって感じかこれ。え、めっちゃいいじゃん。じゃあ、おお、もう後ろのやつ来てるかなこれ。大丈夫かな、後ろのやつ来てるかな。ちょっと置いてっちゃまずいな。着いたら LINE で教えるか。成功。どっかのサービスエリアで合流した方がいいんじゃないこれ。道わかるんか後ろの。誰かちょ LINE したって、 LINE したって。ちょっとこれ自己ベとかあるんだな、ちゃんと。早い。おお、さすが僕。簡単な戦いだったね。さすが僕。あー、楽しみー。そんな、とズルしたのね。いいわ、あんたの勝ちよ。でもこれで決まったわけじゃない。チーター認定されたんだよ。たった1回じゃ実力は測れないからね。1回でも勝ちは勝ちだよね。確かに下手じゃない。でも一目置かれたいなら実力を証明してもらわないとね。今さら一目置かれても。今さら一目置かれてもね。バカにされた記憶しかないし。あんたもみんなも繊細すぎ。とにかく私は次のコースに行くわ。場所はアイアンデールの近く。ここよりもっと手強いわよ。またこのコースを飛んで肩慣らししておくことね。必要ない。表彰台のスコアボードでタイムを確認できるし、レースも始められるの。親切だなお前な。アルビーウィークスのお使いついでに勝ちをさらってくなんてまぐれよ。次で化けの皮を剥がしてあげる。表彰台これか。え、やばい、ルビーフィールが強い。ムティクイガーシーでもめっちゃいいところにいるぞ。ミークスさんも活躍を聞けば。ルビーフィール、ルビーフィールボコるわ。ルビーフィール行くぞ。ビールに勝とう。ちょ、初速早くね。結構楽しい。初速が早い。油が足りん俺。どうやったら早いんだこれ。ほうきでアップグレード、なんかあんのかな。ビール強えって。やった、無理かこれ。縮まんねえかな。いやちょっと遠いな。もうちょっとか。でも成功。危ない。あとちょっとで追いつく。あとちょっとで追いつくのに。早すぎだろこいつ。これなら楽勝。早くね。無理だってこれ。序盤でめちゃめちゃ置いてかれるんだけど。序盤さなければ勝ってたんだけどな。ちょっともう大きいアップグレードしようもん。許せん。大きいアップグレードするんだが、大きさってことにしようこれ。じゃあやっぱ相手ちょっと課金してたわ、うん、飛んじゃうもんここに。なんだあれ、あんな速いことある。
すべての道はホグズミードに通ずってね。おい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 、ちょっとちょっとアップグレードさせい、早く、おい、戻ってきた、早く報告できるかな、早く早く。ウィークスさん、放棄競争で記録が出せました。素晴らしい。イメルダはショックだったろうね。それで放棄の感想は？ちょっと不安定で、もう少しスピードも欲しいですけど。スピードくれ、早く。いい感じでした。早く。いくつかのターンで少し左に流れました。急降下の時にシューという音も聞こえて。それは分からんけど。そうか。スピードだけくれ。まさにそこを知りたかったんだ。流されたか。すぐに調整に取り掛かるよ。否定的だった人も僕の研究の可能性を認めてくれるはずだ。もっと聞きたいですね。今回のアップグレードにはすごく自信がある。きっと喜んでもらえるはずだ。近いうちに連絡するよ。近いうちだ。おお、うん、おい、スピードに関係するし、こうだってどう解決する。今はダメなのか。俺の力で勝つしかねえ、あいつには。行くぞ。おい、ぶっ倒す。ちょ、分かった。でも攻略の仕方分かった。次はいける。次はいけるわ。ちょ、見てろ。ほうきの飛び方ってやつ教えてやる、俺が。アクション。アクションじゃない。おい。行くぞ。いける。何が 0.14 秒差。なん、いけるだろ。行くぞ。お、やっぱ早いってあいつの方形。結構楽しい。あ、待って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 、ちょのんびりしてる、のんびりしてる。ちょ、待って待って待って、のんびりしてる場合じゃない。のんびりしちゃったんだけど。ちょっと、のんびりしちゃった、のんびりしちゃった。ちょ、やばいやばいやばい。おー、もう一旦やり直そうぜ。ちょっと、一旦やり直そう、これ。うん、一旦やり直そう、これ。これはちょっとね、ベスト出すまでいけない、やっぱり。行くぞ。行くぞ。無敵イガー水をてっぺんに持ってくるまで。俺の戦いやめらんねえ。やっぱ初動早すぎ、あいつ。なんでそんなのんびりするの。やった。一旦これでやってみるか。いけるかな。こんぐらいの差なら追いつけるんかな。スタミナが足りてない。スタミナ、あーれー。失敗した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 。惜しいけど届かなかった。オッケーオッケーオッケー。よっしゃ、これミスったらもうやめます。最終チャレンジ。いくぞ。やっぱちょっとのんびりしちゃうな。まあ、こんぐらいののんびり度ならいけるのでは。いける、いけるさ。やっぱね、急がば回れよ。結構楽しい。結構楽しいね、大きね。集中集中。ミスるな。ノーミスでいく。意外と追いつけそうじゃない、もう。どうだ。え、でもまだ遠いか、さすがに。いやー、やっぱ絶妙に距離あるんだよな。ちょっと距離ある。さすが俺のライバル。
や、これ届くか。あー届かねー。だこれ、誰だ、ちょっとあいつは。名前見せろ、お前。どいつだ、お前か、お前か。おい、誰だ、ルビービールは。うちの家族はマグルの伝統を受け継いでね。母方の方よ。ルビービールか、お前が。魔法に頼らず料理するのだけは本当に疲れるわ。ルビービールか。マグル生まれなのに、まさか一口。あ、すいません、間違えた、間違えた、ごめんごめん。じゃあちょっと俺行くわ。やっぱスタミナの管理が大事なんだな、これ。これなんか探せないかな、なんかあれ、前なんかで言われてたあれ、こういうとことか。誰も来たことないんじゃない、まだこのゲームやってる人は。なんだこれ、レベル1ロックあるわ、ちゃんと。なあ、レベリオしてみるか。レベリオ、レベリオ。なんもねえ。ここ飛行禁止区域なんだけど、行きはよいよい。まあじゃあクエストも進めますか。コンフリンゴー、待てよ、あいつは？なんか、なんだっけ？ジャスティンだっけ？あいつと話そうみたいなあったよね。めっちゃ溜まってんだけど。セバスチャンだ、セバスチャン。セバス。防衛術の教室の外で会おう。はい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 。まあ、一旦行くか。あ、これだ、これだ、普通にこれだ。なるほどね、こっちか。一旦会いに行きます。闇の魔法を教えてくれるって、悪い魔法を教えてくれるって言った。私が煙突飛行粉を発明するまで移動はとても不便だったのよ。とりあえず教わろう、うん、教わっていらないなって思ったら使わなければいいんだから。まあね、何しろアーサー・プラムリーと話す、なんか知らん人と話そうとしてるこれ。違うよ、こっちよ。なんだ俺、城の中の。おい、こっちやね。あ、もうここやね。意外と近かったわ。また夜かこれ。また夜だ、お前。やっぱスリザリンだなお前な。スリザリンは夜行性だからね。セバスチャン、朝と昼寝てんだよ。だな、無事にフクロウがついてよかった。見せたいものがあるんだ。まずは図書館でのこと、お礼を言わせてくれる？当然、スクリブナーは罰則を食らわせようとしてきたけど、乗り切る方法なんていくらでもある。泥をその方法の一つが闇の魔法ね。探し物は見つかったか？うん、でも見つからないものもあった。ここでその話をするのはまずい気がするよ。わかった、もう少ししたら話そう。地下聖堂で、先生たちも知らない場所なんだ。こいついいやつだからね、実は。こっちだ。お、あ、歩きで行くんだ。ここに秘密の抜け道がある。うまく隠されてる。バレないように行こうな。頼むぜ。どれだ、これか。行くぞ。ルーボス。
よく気づいたね。友達のオミニス・ゴーントが見つけた。レベリオ。レベリオ。シーセドンって名付けた。よく一緒にゴブストーンで遊んだ。妹のアンも。金目のものあんじゃん。アンはラッキー。遊びが大好きでさ。おお、40円。しけてんね。僕はこの場所を守る。レベリオ。だから頼む。防御力下がるやつばっかだ。してくれ。あいつは誰も信じてないけど。初めて会った日から僕だけは信じてくれた。よくわかんねえけど、いい場所ね、ここ。みんな、呼んでパーティーしようぜ。一度も見つかったことはない。たくさん人呼んでパーティーしようぜ。魔法薬学か薬草学の授業でオミニスを見かけた気がする。杖を使って城を回ってるのを見たよ。やり方は知らないけどな。オミニスは元から目が悪くて、それは変えられない。彼の杖にはまるで意識があるみたいだ。オリバンダーが言ってる杖の方が持ち主を選ぶってやつだな。それでこの場所を見つけた。いや、家族の誰かが知ってたんだ。ゴーンと家は秘密だらけだからな。他に話してるやつは見たことないし、ここに別の誰かがいるのも見たことない。もう一回言うけど、誰にも言わないでくれ。特にオミニス、自分の家族やその秘密を嫌ってるとはいえ、よくわかんねえ。ここはあいつにとって特別な場所なんだ。わかった。でもどうしてオミニスは家族をあんな風に思うのかな。父方はサラザール・スリザリンの直系でね、ホグワーツの4人の創設者の一人だ。血筋にこだわるやつが多くて、オミニスはそれが我慢ならない。レイヴンクローさんが作ったのがレイヴンクローなの。とにかく地下聖堂はこっそり抜け出していくのにぴったりの場所なんだ。海外の人からしたら井上詮索するやつはないし、山田エトーみたいな、そんな感じじゃん。禁止された呪文を練習することだってできる。本当に？例えば爆発の呪文とか。先生たちは生徒に教えちゃダメな呪文だっていう。いや大丈夫でしょ、爆発とか。バカ、正しい魔法教育なら全部教えてほしいね。同じ意見だな。コーンフリンゴみたいな呪文は練習を積んでなきゃ危ないだけだ。禁止するんじゃなくてしっかり教えるべきなのさ。本当を言うともっと過激な魔法が好みなんだけど、これは覚えるべきだ。ここなら安全に教えられるぜ。なるほどね。サラザール・スリザリン。かかるかもしれない。そういう感じなんだね。僕の杖の動きを真似て。呪文はコンフリンゴだ。コンフリンゴ。わかった。え？マジンゴー、マジンゴー、マジンガーゼー、コンフリンゴ。上がってきたな。なんかいける？できたか？コンフリンゴ。でも元は外すな。地下聖堂に傷をつけない方がいい。え？はい。あの食台でやってみな。オッケー。どちらにも使い道はあるが、インセンディオみたいなのよりコンフリンゴの方が少し遠くに届く。コンフリンゴ。気分はどう？コンフリンゴ。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 めっちゃ連発できるやん。これだけでいいじゃん、もう。コンフリンゴ。これだけでいいじゃん。すごい。これでいいじゃん。でも火力が低いとこなのかな、これインセンディオより。おい、コンフリンゴ、便利な呪文を教えてくれたね。ありがとう。唱えたよ、コンフリンゴ。あ、食材もやんなきゃね。さすが、うまくよくやった。確かに楽しかったよ。楽しかったって。オミニスと初めてコンフリンゴを練習したとき、眉毛が焦げた。それは見たかったな。このままじゃ終わらないって誓ったんだ。あの魔法には病みつきになる何かがある。わ、かるぜ。こういう呪文を。まさにこういう魔法を覚えたかったんだ。そうそう、こういうのもっとくれ。他にももっとあるぜ。似たような呪文をずっとここで練習してきたんだ。アンとオミニスには全部は教えなかったけど、しばらく来てなかった。
アンがいないと全然違う。妹さん気の毒に。できることあるかな。今度フェルドクロフトに行くとき一緒に来ないか。アンに会って元気を分けてやってほしい。いいぜ。いつ会いに行くよ。ホグワーツを恋しがってる。僕らの保護者叔父のソロモンと家にこもりっきりだ。ソロモン悪いがあいつとも会わないといけないな。敵なの。アンには新しい生徒との出会いが必要だ。楽しみにしてるよ。了解。ところでさっきホールで話せなかったことって何なんだ。どこから話せばいいかな。図書館で見つけたものは何か抜けてたって。ルックウッドと何か関係があるのか。君をホグズミードの誰かと間違えたなんてことはないよな。お見通しだね。知ってることを教えるよ。ルックウッドやランロクは僕がグリンゴッツの金庫から信用できるのかこいつと思い込んでる。それを取り戻す気だ。グリンゴッツ、いつそこにいた。ドラゴンに襲われてフィグ先生と逃げ込んだんだ。このポートキーがあって。ポートキーか。グリンゴッツへの説明が難しいんだけど。話聞くぜ。どうしたん。話聞くぜ。え、まあ、教えるか。まあ別に減るもんじゃないしな。秘密にするって約束して。僕は地下聖堂のことで君を信じた。そっちも信じていい。分かった。スリザリンだぞ。でもこいつ実は古代魔術の痕跡が見える。何を言ってんだこいつ。何を期待してたのか自分でもわからないけど、さすがに予想外だな。そもそもどういう意味だ。正直言って自信ない。古代魔術の痕跡が自分には見えるってことだけはわかるけど、僕たちはランロクがあの魔法を使いこなす方法を見つけたと思ってる。つまりゴブリンが人間の魔法を使ってるかもしれないって。それを確かめたいんだ。そして君の能力、そのおかげで同じ魔法が使えるってこと。うん、逆らうなよ。わからない。 今にも首をはねる。教えてくれ。僕はずっと古風な魔法を調べてきたんだ。助け合えるかもしれない。ルックウッドとランロクの両方に狙われてるわけだろう。爆発の呪いを練習する時間がもう少し必要そうだな。好きなだけここにいていいぜ。あとこの場所は人に言わないこと忘れるな。言わないぜ。フェルドクロフトに行くならフクロウを送る。パーティーしたいときはどうするの。ここでパーティーしたいときはどうする。才能でさ、才能でコンプリングを強化した方がいいのかな。してみようかな。どんなんだったっけ。才能、才能あった。コンプリング。あー、うわ微妙。あ、でも強い、強いかも。いやでも微妙だな。いやでも面白いかも。伸ばそう。ナイス。でこっからちょっと、え、ボンバーザがいい。俺ボンバーザがいい。これいらんわ。ボンバーザ教えろよ早く俺に。ボンバーザ教えろ俺に。ボンバーザは、ボンバーザは、ボンバーザ、おい、ボンバーザがいい。俺帰ろう。もうボンバーダにしとけばよかった。お、いやセバスチャン、待て待て、そこにいるな。声が聞こえる。あ、どうも。オミニスでしょ。魔法薬学で一緒だったよね。薬草学もかな。聞き覚えがある。魔法薬学でギャレス・ウィーズリーと話してた新しい5年生だな。今地下聖堂から出てきたな。どうやって入った。セバスチャンに聞いた。実はセバスチャンのおかげなんだ、うん、誰にも言うなってはっきり言われたけど。あのネズミめ、この場所のことは言うな。君の大切なフィグ先生でも君を助けることはできないぞ。父は校長の友人だ。ゼバスチャンが教えてくれたんだから俺はそのコネを利用することもためらわないぞ。脅す必要ないよ。君の地下聖堂のことは誰にも言わない。なぜそれが信用できる。
今セバスチャンを裏切ったのに。ちょっと裏切ってないぜ。僕は彼を守ろうとしてる。秘密の場所だってはっきり言われたし、誰にも行きはない。彼はいい友達だから。俺の一番古い友人について君に教えてもらう必要はないよ。オミニス、僕は分かってるよ。セバスチャンは揉め事を呼び寄せる。彼に君の助けはいらない。なんだおめえ。セバスチャン、大目玉を食らうぞ。食らうか。まあそういうこともあるわな。おいおい、なんだあいつ、いけすかねえな。消えたわ。いけすかねえ野郎だなあいつな。なあ、俺は正直だからな。やっぱ嘘は言っちゃいけねえ、まあ敵が来た時もね、敵に古代魔法が見えることバレても全員倒せばいい。ボンバーダで全員ぶっ殺せばいい。まあそういうことだ。なるほどね。裏切ったつもりないんだけどね。でも全然あの人に言っちゃダメだっけ。でも全然裏切ったつもりないけど、知ってるんじゃないのあの人、地下制度ね。仲間でしょ。仲間ウィズリー先生。うん、ここなら誰も来なそうだな。え、何これ。悪かったね、校長に呼び止められてしまって。これは驚いた。話が早くて助かるよ。さすがだね。何？入ろうか。どうぞお先に。なんなんここ。ここは何ですか？ここは必要の部屋だよ。必要の部屋。時にだけその姿を現す。何それ。普段なら人は全くの偶然にこの部屋を見つけるんだよ。極めて珍しいけれど、本当は探し方を教えるだけの予定だったんだよ。必要なものを思い浮かべながらあそこの壁を通り過ぎるというね。でもあんたは自分で見つけてしまったね。どうせだからこの機会を利用するとしよう。何ができるんだこれ。うん、きっとこっそり先へ行ったんだね。うん、ディークって初日の授業は任せてください。目的下で音声だよ。違うんだ。部屋の使い方を教えてもらえると思ってね。こんなの私にはとても登れそうにないね。カオフリングしますか。あんたに消失呪文エバネスコを教えるまたとないチャンスだね。エバネスコを使うと特定の物体を消すことができる。例えばここの椅子や部屋にあるものなんかね。杖の動きを先に練習した方がいいだろうね。その後椅子で試しな。ニフラム。これねえ、これはねえ、ニフラム。はいはいはい。素晴らしいね。じゃあ。オッケー。どれだ。これか。エバネスコ。椅子にエバネスコをかけてごらん。はい。上出来だ。ああ、はい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 。これでムーンストーンを手に入れたわけだね。その使い道は後で説明するとして先へ進もう。ルーモス。ルーモス。ルーモス。
ルーモス、あの妖精ルーモス、一体どこに行ったんだい。新たな動き手に入れた。ルーモス、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 なんてこと。私の学生カバンじゃないか。どこに行ったのか不思議だったよこんなところにあったなんて。なんかやってる。カバンを少し持っておきたいね。エバネスコ。ディークが見つかるまでの間、エバネスコ部屋の中を見て回っといて。はい、はい、先生。ルーモス、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 すごい。ルーモス、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 ルーモス。これは？これなんだ？あ、これ引っ張るのかな？アクション。そういうことか。ルーモス、ルーモス。これは？ルーモス。でも奥に何もないぜ。あ、違う、これ土台にすんのかじゃあ。は？なんだこれ。あ、乗れる。土台だ。ルーモス。これなんだ？あー！ルーモス。生きてる。ルーモス。見た目よりしっかりしてるといいけど。え？ルーモス。すげえ登れる。ルーモス。アクション。はい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 。ルーモス。ルーモス。あの箱なんかに使いそうだよね。ルーモス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 。これ？ここかな？違うな。ルーモス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 。うわ、すごい！ルーモス。何ここ？ルーモス。屋敷しもべ妖精じゃないとこんなところを通れないよ。屋敷しもべ妖精ってあいつか。ルーモス。悪い子か。ルーモス。今の何？ルーモス。ルーモス。ルーモス。まさか金のスニッチ？え？前の曲。確かめてみたらどうだ？乗れるけどここで乗る必要ないのかなまだ。あ、蓄音機。ルーモス、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 ルーモス。これは？アクション。レビオス。おお、浮いちゃった。これは？通れんのかな？アクション。アクション。おいで。これは？こっちからこっちに引っ張れば取れるか？え、邪魔くさこれ。アクション。ああ、え？大丈夫かこれ？大丈夫かな。俺魔法うまいかもしれん。ちょっと大丈夫か不安だね今のは。魔法ってそういうもんだからやっぱ。役所で引っ張れんのかな、もう。まあでも大丈夫だろう。古代魔法だし。ルーモス、ルーモス、ルーモス、ルーモス。あのしもべ妖精、ここがわかるかな。ルーモス、ルーモス。あ、ルーモス、ルーモス。ルーモス、ここルーモス。あ、砂時計。あ、探してるんだ、多分。何か。いるわ。もう危ない。ん？ああ、来ましたか。お待ちを。ディークは今行きます。名前が一人称だ。ヤシシモビ妖精はそうなんだ。ディーク探してたんだよ。ごめんなさい、ウィーズリー先生。ディークが来ない間にこの部屋に現れたものを見てました。例の生徒さんですか？ああ、そうだよ。お目にかかれて光栄です。
ディークとは2年生の時からの友達でね、一緒にこの部屋を見つけたんだ。二人で話したのさ、昔の私みたいにあんたにここを使わせようかって。いろんな場所使わせてもらえるな。ディーク、お願いできるかい？もちろん、ウィーズリー先生。入ったものに必要なものが必ず揃っている部屋が必要の部屋です。あ、そういうこと？秘密の場所だから、はい、どんな地図にも載っていません。必要な部屋がある。運が良ければ偶然に出くわすものです。薬瓶をもう一本だけ求める生徒たちがそれで溢れる部屋に入るのを見ました。あなたは物が隠された部屋として出入りをされたようですね。周りの目から逃げられる場所が欲しいと思ってたんだ。最高だね。それで説明がつきます。特に必要なのは邪魔をされずに宿題の遅れを取り戻せる場所なんだ。そうですか。この部屋ならまさにそれが手に入るでしょう。それでは必要なものに集中してください。はい。さあ目を閉じて、必要なものが並ぶ様子を想像するんです。アバダケダブラ。あとは部屋がやってくれます。アバダケダブラ。お、うん、何これすごい。危ない。すごい劇的ビフォーアフターじゃん。真っ白なキャンバスをあんたの色に染めていきな。この場所でどんなことをするか楽しみだね。素晴らしい。どうやら部屋はあんたに説明の机がふさわしいと思ったようだね。ルーモス、不明な医療品について確認してくれる。自分が身につける衣服の効果は常に理解しておく必要があるからね。あ、飛べるやん。これあったらいつでも飛べるやん。はい。これあっていいのこれ。ルーモス。え、でもないわ。つかない。ルーモス、ルーモス、え、なんか消えた。お、すごい。いらないものは片付けてもいいんだ。現在使用中のオブジェクトです。なるほどね、使用中のオブジェクトは片付けられないんだ。すごい。すごっ。はい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 。あ、ミニマリスト。これは？識別するものがあれば役に立つのに。これから正体不明の医療品をたくさん見つけると思う。机は欠かせない存在になるよ。なるほどね。説明の机は役に立つと思います。そうだね。役に立ってくれると嬉しいよ。それじゃ。手短に出現呪文を教えるよ。部屋は必要なものを全部自動で出すわけじゃないからね。出現呪文？そう、物を作ったり出したりする魔法さ。教えてやろう。強くね？おう。出現呪文でさ、敵の内臓あたりに物出したらめちゃ強そう。よろしい。もっと複雑な物体を出すときは呪文クラフトというものが必要になるよ。呪文クラフト。呪文クラフトはレシピのようなものだね。特定のものに魔法をかけるための材料や資材がリストで載ってる。ホグズミードの学術書物専門店で魔法薬調合台や鉢植え台の資材を見つけただろう。買いました。資材はどこで見つけられますか？ムーンストーンみたいな資材はハイランド地方で手に入るけど、買う方が間違いなく安全で簡単だね。さっき椅子を消したように部屋にあるオブジェクトを消して集めることもできる。そんなこともできるんだ。そう考えるととりあえず資材は十分そうだ。なるほど。考えもしなかった。すでに魔法で出したものを消せば資材を取り戻せますか？ああ、もちろんできるよ。
うん、鋭いね。試してみたらどうだい？魔法薬調合台と鉢植え台を出現させてごらん。前に魔法の植物の勉強と魔法薬の調合で使ったものと似てるから馴染みがあるはずだよ。なるほどね。これしまっておけるんだ。4次元ポケット、これか。これは、うん、必要の部屋でしか使えない系のスキルなんだね、これは。おーおーおお、すごい。いや、これマイルームみたいな感じ、これつまり。なるほどね。内蔵も無理だ。色変えれる。お、え、あ、これムーンストーンある限り無限に出ちゃうじゃん。どうすんのこれ。別の。これか。え、いろいろある。アカデミック帳。あ、これ色を選べるんだ。はいはいはい。だな。うん、これで鉢植えか。あ、違う、これか。鉢植えか。鉢植え台もいろいろあるな。これだろ。迷いとか。これで植物の栽培や魔法薬の調合がいつでもできる。なるほどね。あ、便利だね。必要な種や魔法薬の材料は、ヒートルの植物回収しに行くの面倒だなって思ったけど、確かにこれなら、うん、俺が消した貝がもう二度と出せないじゃんこれ。おう、二度と出せなくなったんだけど。ああ。ディークがいろいろと質問に答えてくれるはずだよ。彼は物事をよく見てるからね。ディークの話をもっと聞きたいです。私よりも長くホグワーツにいてね、ここのことは秘密も含めて隅々まで知ってるらしい。この部屋は私が生徒だった頃一緒に見つけたんだ。ディークはとにかく経験が豊富なんだよ。ホグワーツでも前の仕事でもね。ディークの準備ができたら詳しく話してもらうといい。もう一度言うけど、提案はしっかり聞くように。うん、この種の変身術は部屋の外でも使えるんですか？城の他の場所では出現と消失の呪文は厳しく禁じられてる。だから呪文で防止してるのさ。判断でも魔法でも間違いを正すのは大変なことだからね。だけど必要の部屋には独自のルールがあるんだ。何か用があればディークと話します。ありがとうございます。頑張りな。部屋の中で使える別の変身術を学びたい場合に備えてもう少しここに残るよ。それを教えてほしい。いつでも次の授業に進めます。よろしい。まずはムーンストーンを集めるんだ。ムーンストーンはこの必要の部屋のものを消して手に入れるか、よく探せばホグワーツの敷地の外で集めることもできる。なんかニョキニョキ生えてるから。十分に集まったら戻っておいで。100個ぐらいじゃダメなんか。授業を始めるよ。言われた通りムーンストーンを持ってきました。よろしい。それじゃあ授業を始めよう。魔法薬や薬草学のテーブルよりたくさん作れるよ。出現呪文でこの場所を好きなように装飾できるんだ。壁と床で試してみたらどうだい？うん、
現、床の装飾品ね。はいはい。突然レベル上がった。ムーンストーンは課金でも購入できるよ。500円だと通常5個のところなんと6個もらえるんだ。私が出した課題を完了させたら授業の後で会いに。お得だね。これ置いとくか。他の装飾品こんなたくさん。床の装飾品5つもいらんって5種類しかないのに、なんか壁の装飾品ね。変えれんのこれ、大きさ変えれんだけど、すごい。すごい。じゃあムーンストーン無駄遣いだわこれで。これは避け、はい、一通りできたかと。次は何を？どうやら変化の呪文に取り掛かれそうだね。変化の呪文、変化の呪文を使えば自分で作ったものに手を加えられる。自分の好みに合わせて家具の色や模様スタイルを変えられるようになる。それじゃあ始めよう。まずは変化の呪文のやり方を実演してあげるからよく見るんだよ。おお、すごい。これは何だい？来た。もうこの部屋の呪文はもう全部一気に教えてもらえるんだね。変化呪文。出現させたアイテムに杖を向けた後、変化の呪文をかけて。あ、やっべ。カスタマイズができるはずさ。はい、なるほどね。消失の呪文は危険だ。さ、一旦植物愛出すじゃん。ここだな、まあ、これはいいわ。おう、あー、なるほどね。大きさ、大きさ。待って、どっか行っちゃった。あー、ちょっと違うな、色。こいつは大きさ変えれないんか。色。はい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 。アイテムのスタイルを変える。あ、スタイルも変えなきゃ。手のスタイル変えるか。スタイル選べない、これは。まあ、こういう時は絵画で試すのが一番。あ、でかくもできるんだ。あ、でかっ。これにしよう。ああ、いいね。でかっ。でもうちょっと難しいことに。すげえ、飛び込んだらこのステージに入れそう。変化の呪文を部屋の構造そのものにかけることもできるんだ。なんだって。新しいデザインを床やバルコニーに使ってごらん。ええ、わお、すごい。
宇宙の始まりだ、こんなの。色も変えれるんだね。そんな真ん中で、あ、真ん中と周りの絨毯の色が変わるんだ。緑色にしとっか。申し訳程度のグッズボ要素入れとこ。え、バルコニー、バルコニーか床を変える、バルコニー変えてない。あ、すげえ、入り口も変えれる。マジであれやね。マジでマイルームじゃん。これキモない？あれ？ああ、選べるようになってる。なんだ？突然選べるようになったな。ここにはちょっとムードを足した方がいいね。ムード。そうは思わないかい？お願いできるかい？喜んで、ウィーズリー先生。ムード。ウィーズリー先生、この魔法を見せてくれたんです。きっと受け入れしますよ。準備ができたらリークに話しかけてください。はい。これ良くない？あ、バルコニーってこれか。これにしよう。もうこれだわ。いや、まあディークがいたことに気づかなかったようですね。ウィーズリー先生が模様替えのやり方を聞くようにって。もちろんです。全体的な見た目はどんなものにいたしましょう。うん、暗くてミステリアスな雰囲気。禁じられた森のように暗がりが多くてミステリアスで、ルーモスの使い勝手が良さそうな雰囲気がいいな。うん、素晴らしいです。おお、敵やん、これ敵が住んでる場所や。ルーモス街がありそうだ。うん、だいぶ変わったね。もちろん気に入らなかったら変えてしまってもいい。ディークに頼めば戻してくれるよ。さて、変化の呪文についてはかなり勉強したね。ありがとうございます。この部屋はいろいろなことができますね。その通り。部屋でどれだけ長く時間を過ごそうと、いつだって驚かせてくれるんだよ。え、何してんのこれ。カモメが飛んでるよ。あ、なんだこれ、わけわかんねえ。何してんのこれ。さらにスペースができたね。一体どうなって。この部屋はあんたの必要なことに合わせてくれる。呪文の練習がしたいと感じ取ったんだろうね。もっとカスタマイズしたかったら呪文クラフトを使ってごらん。学校の内外にもっとあるから見つけられるはずだよ。ありがとうございます先生。探してみます。広くていいね。じゃ、私はもう行くよ。あんたのスペースだからね、賢く使うんだよ。からこれか。え、これじゃあまだ広がりやん、これ。まだ広がること確定してるやん、これ。ねえ、いっそか机とか出てくる。あー、なるほどね。一旦木植えとくか、これに。これ上得意にこうしたことない。まあ、ここで一通りのことができるみたいな話なんだろうね、これ。いいな。
あ、でもそっか、これ爬虫類何個も出せば同時にいくつもいけんのか。なるほどな。うわ、これあれだな、この出現の部屋用のこれ作っとけばいいんだろうけど。ああ、そんな、ちょっとこれ間違えた、消失の呪文じゃない。大変ね、これね。よし、なるほどね。え、じゃあさ、待てよ、これ鉢植え小なんだ。しかも最初はだからもうこうやって、最初はこうやってね、え、何個も置くんか。あ、7個しか置けないわ。でもまあまあまあ、一旦こんな感じじゃない。一旦これだわ、便利やね。失明のとこに、あ、行けるね、一応通れるようになってる、便利やね。これでいいんだ、これ違法に草を栽培できるんだ、こっそりね、部屋の雰囲気を変えてほしいんだ、ディーク。もちろんです。とも、全体としてはどのような見た目にいたしましょう。見た目、じゃあこれやってみるか、いろいろ。外にいるような自然と大地を感じられる部屋にしたい。それは素晴らしいですね。お、明るい。これが自然と大地か、なるほどな。やっぱ暗い方がいいな、でもな。暗い方がいいわ。すいません。部屋の雰囲気を変えてほしいんだ、ディーク。月明かり試してみるか。もちろんでしたも、全体としてはどのような見た目にいたしましょう。月明かりに照らされてるような美しい雰囲気がいいな。それは素晴らしいですね。おお、ああでもこれいいな。でも結構いいわ、明るさもありつつ暗い。ニュインって月が生えてきたね。じゃあクエスト行こうかね。地図の間、待てよ、先にこれだな。ウィンガーディアム・レヴィオーサ、ウィンガーディアム・レヴィオーサだな、これ。ウィンガーディアム・レヴィオーサ、ウィンガーディアム・レヴィオーサしに行こうぜ。待てよ、毒食種草を手に入れ使用する。 What? こんなものなんだ。俺か、ドッグウィード&デスキャップで購入する。 OK です。一旦じゃあホグズミード行くか。ついに使えるんだ。今行くよ。ウィンガーディアムレビオーサー、あなたのはレビオーサー。マジックニープだっけ、やべえ。マジックニープで合ってるか。待て、こっちか。いや、ピピンじゃないな。
マジックニープ一旦行ってみるか。おお、ホタル、ホタル。あ、なんか待って、ページ飛んでたのにどっか行っちゃったよ。こんにちはーす。これはこれは、来てくれて嬉しいよ。売ってねえ。なんだお前、おい、なんで売ってねえんだよ。品揃えなら誰にも負けないぞ。どこだっけ、ドッグウィード&デスキャップだ、それだ。ドッグウィード&デスキャップ、ドッグウィード&デスキャップってなんだ、これだ多分。うわ、これだ。悪そうな、確かに悪そうなの。あ、止めねえ、畜生。せっかく宝器を手に入れたのに、なんでこんな歩かなきゃいけないんだよ。飛ばせろよ俺をよ。歩けねえよ、もう無理だ、もう歩きとか無理。もう一度 QOL 上がっちゃったらもう下げれないからね。何これ、カンプリング。あ、ごめん間違えた、握手を、握手をしようとしたら、ごめんごめん。コンフリンゴ4番ね、コンフリンゴ。わあ、どうする、全然大丈夫そうだな。はい、こんにちは。ライブ。まだまだ子供なのにトロールと戦えるなんてね、私には信じられないよ。ルーモス、ルーモス、オープン。おー、500円だ。またこういうの設定できるように魔法の組み合わせなんかも使える方がいいんだろうな。どうも。ああ、いらっしゃい。ああ、ごめんなさいね、取り乱して。お行儀の悪い植物を叱りつけてたのよ。きっとトレイにいくつも載せたからでしょうね。さておき、私の名前はベアトリス・グリーンだけど、マダム・グリーンと呼んでちょうだいな。うん、ドッグウィード&デスキャップにようこそ。ああ、マンドレイクにぶつからないように気をつけて。解毒剤用に欲しがるお客様がいるから、そうでなければこんなに置く必要もないんですけどね。呪いの他にはそうね、例えばあなたが維新されて困っているのなら、ここに来て大正解よ。絶対にマンドレイクを倒すんじゃありませんよ。根が抜けたら死ぬのはあなたたち。その後始末なんてまっぴら、まっぴら。誰かが死んだ、誰か死んだんですか。そうよ、気の毒にね。でもその一人だけよ。さて、一人だけなら、今日は何をお求めかしら。今は見るだけにします。わかったわ。気になる。見るだけじゃねえよ、買うんだよ。何言ってんだお前。売り物は何です。さて、今日の売り物はあなたのお気に召すかしら。ああ。え、これ欲しいな全部。一旦これ買うじゃん。種ってだって一回買ったら無限だから、買っとくに越したことないんだよな。これ全部強いんだよね。これね、毒食種草直で買いたいんだけど、いや、これね、種全部買うわ一旦。いつでも歓迎するわ。またすぐ来てちょうだいね。よし帰る。ホブズミード。え、植木大いる？植木鉢大いるの？おい、おい、ちょ、おい詐欺師、おいよ、おい、おい、てめえ。どうぞ入って。あ、この詐欺師が。ゆっくりね。ここでは気をつけて動いてちょうだい。毒食思想があるのよ。植木鉢大で栽培できるじゃねえんだよ、おい。一旦これ売ろう。あなたのものは預かるわ。
売れてしまったら自分で買い戻して。うああ若い子がいい買い物をすると心が弾むわ。あなた出世するわよ。じゃあちょっと敵探して使うか。敵どこにいるんだろう。怪しい。あれゴブリンゴ、あ、なんかあった。一旦外行ってさ、なんかある。一旦外行ってホウケで飛びたい。あ、飛行が許可される。あ、おー、ピュイーン。あ、これ入れなくなってる。すごい結界が張られている。なんだこの結界。え、でもこれ結構いろんなところで止めちゃう。何これ、何ですかこれ。敵ですかあなたたち。こっちだ敵だ。へえ、いるね。こんにちは。もう一人は、もう一人は、もう一人は、ちょっと待ってね。とマンドレイク、この服と、はい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 、誰を相手にしているか分かってないようだ。こっちこっち、いくよ。こっちこっちこっち。あ、痛い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 。オッケーオッケー、いくよ。はい、即物め。じゃあ次ね、これは、はい、内容はこれで終わり。どうこれ。あ、これで終わり。あ、なるほどね、なるほどね。ブロッコ、はい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 、アクション、アクション、コンフリンゴ強い。なるほど、レビー要素効かないね。その程度かい。ルーモス、弔いの呪文、ルーモス。なるほどね、こんな感じか。強いな。これで出席すればもらえるんだ、いろいろ。何これ、ご飯邪魔しちゃったか。じゃあうち帰るわ。うち帰るね。ウィンガーディアムレビオーサ、これだ。ウィンガーディアムレビオーサ、友よ、会えてよかった。レビオサーって言っちゃうイベントある。来た。いや、もう植物学の授業だけが楽しみだったんだよね俺。すげえ顔、すげえ顔。でも俺あんな白菜俺絶対買われん。また会えてとても嬉しいわ。これなんだ。あ、なんか、え、下から生えてきた。そんなことある。ちょっと、レビオ、なんもない。どうも先生、いただいた課題が終わりました。よかったわ、ウィーズリー先生も喜ぶわよ。よく頑張ってるって先生に言っておくわね。ありがとうございます先生。ヘキャット先生からレビオーソを習ったそうね。ならもっと高度な浮遊呪文に挑戦できるはずよ。来た来た来た。ウィンガーディアムレビオーソ、おお、見た、見てこれ、聞いたよ。ウィンガーディアムレビオーソ、早速やってみせて。ウィンガーディアムレビオーソ、知ってる呪文。かければ岩をまるでウィンガーディアムレビオーソ、軽々と持ち上げられるはずよ。ウィンガーディアムレビオーソ、ウィンガーディアムレビオーソには、ウィンガーディアムレビオーソ来た。ウィンガーディアムレビオーソ来た。ウィンガーディアムレビオーソ、ウィンガーディアムレビオーソ、おお、
FVQ、 むず。あ、なるほどね、そういうそういうことか。いい感じよ。いい感じよ。ウィンガーディアムレビオーサを練習。ウィンガーディアムレビオーサを。いいの？ウィンガーディアムレビオーサ。だって。箱を出しておいたから。ウィンガーディアムレビオーサ。おお、ウィンガーディアムレビオーサ。F と V。 おわ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 、ラビック先生、話しかけちゃった。少しいいですか？草花は休んでる、今なら平気よ。先生は一旦ちょっと話しかけちゃったから、世間話しようか。嬉しい質問だわ。昔から植物が好きだったから、今は先生になって夢のような毎日よ。卒業した後、自分が教わった薬草学の先生の代理を頼まれたの。その方が事故に遭ってしまってね。大変でしたね。先生にとってはチャンスでしたけど。妙だな。まあその先生は存在で、植物の扱いが雑だった。そういうのは伝わるのよ。植物の感受性には驚かされるわ。それで彼がウィゲンツリーに切り込みを入れたある日、事件が起きた。間の悪いことに葉っぱにボートラックルが隠れてたの。木の枝に似たあの素敵な生き物よ。そのボートラックルが先生の目をくり抜いてしまったの。考えるだけで恐ろしいことだわ。まあ身から出たサビだけどね。それを仕込んだのがガーリック先生だったんですか？その時はまだよ。聖バンゴに3週間入院して、幸いにも少し視力が戻ったの。本人は温室に戻ると言っていたけど、1週間もしないうちに本人曰く誤ってカミカミ白菜を蹴ってしまった。おかげで聖バンゴ病院に役割り仕掛けたんだ、バリク先生が。不運が重なってしまったんですね。まあ先生も気の毒だけど、個人的には白菜の方に同情してしまうわ。そういうことだ。退院した頃には植物に対する無関心は軽蔑に変わっていたの。わずかに残った忍耐力も毒食思想に振り回されてすっかり使い果たして、それで結局は休職扱いになって今に至るというわけよ。やるね、こうなってよかった。なるほど、先生が僕の消されないように担当でよかったです。こんなに嬉しい言葉はないわ。この庭も生徒を育てるのも大好きだから。楽しいお話をありがとう。ごきげんよう。ああ、それとウィゲンツリーには優しくするのよ。ウィンガーディアムレビオーサ。違う、間違えた。ウィンガーディアムレビオーサ。ウィンガーディアムレビオーサ。ウィンガーディアムレビオーサ。すごい、なるほどね。浮かない、浮かない、俺のウィンガーディアムレビオーサ。俺のウィンガーディアムレビオーサ浮かない。ええ、俺のウィンガーディアムレビオーサ浮かない。俺のウィンガーディアムレビオーサ浮かない。あ、こういうことか。あ、なるほどね。え、めっちゃいいじゃん、これ。F と V は？あー、距離か。半径操れんのね。Q と E は回転だ。これで殺されたら人。ほら、ほら、ほら。プロップ、プロップの動きでね。ウィンガーディアムレビオーサ、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 ウィンガーディアムレビオーサ。ウィンガーディアムレビオーサ。これいいの教えてもらったな。必要の部屋帰ろう。ここ帰りやすくていい。おお、できとるわ、できとるわ。おお、一旦これ消して、あ、面倒だなこれ。面倒じゃんこれ。あ、カランできるわ。そういうことか。マンドレイク育成するか。でも嬉しいね。ウィンガーディアムレビオーサーが使えるようになったの。
ウィンガーディアムレビオーサーがとりあえず使えればもうやっとハリーポッターだわ今。ウィンガーディアムレビオーサー、ウィンガーディアムレビオーサー、ウィンガーディアムレビオーサー、なんか言うのいいよね。ウィンガーディアムレビオーサー、ほらウィンガーディアムレビオーサー、ウィンガーディアムレビオーサ、ルーモス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 、めっちゃいい。クエスト行こう。デパルソ。一旦地図の前行っとくか。ウィンガーディアムレビオサ、フィグ先生。ウィンガーディアムレビオサ、ウィンガーディアムレビオサって自分浮かせらんないよこれ。ウィンガーディアムレビオサ、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 ダメか。ウィンガーディアムレビオサ、浮いてるこれもしかして。浮いてるね。猫にはかけれるんだ。絶妙に浮いてるかよどうかわかんないぐらい浮いてる。ウィンガーディアムレビオサ、ウィンガーディアムレビオサ、ウィンガーディアムレビオサ、ルーモス。どうも。もう一つ先か。ちょうど会いたいと思っていた。私もです。お帰りなさい。やっとだ。スパビン大臣は喋りすぎでな。はぐれドラゴンについて延々と語るばかりで、ゴブリンの件に全く耳を貸さん。そういえば、あの先生の留守中にいろいろあって、オリバンダーさんがフクロウを送ってきて、盗まれた家宝の杖を探してほしいと頼まれました。彼がそんなことを。ねえ、それでフクロウ小屋に行ったら像があったんです。像とはどういうこと。いろんなことが起きてたね。フクロウ小屋の中か。はい、それで秘密の隠れ場所にたどり着き、リチャード・ジャック・ドーのゴーストを見つけて。リチャード・ジャック・ドーとは一体誰だ。昔ここの生徒だった人で、俺がこのゲーム始めた時の感じだよね。固有名詞多すぎてわけわからんて。行方不明のページが、ページを見つけた。やっと俺の気持ちが分かったか、はい、ページを見つけた時、ジャック・ドーが従ってた地図に記されている場所も分かったんです。なんとホグワーツの地下にある部屋です。驚くことではないな。行くかね。その言葉を待ってました。あ、本を持っていかないと。そこで才能が目覚めたんですよ、私は。来た。あ、もう来た。来たぜ。任せろ。ちなみに行くぞ。ウィンガーディアムレビオーサ。そこでパーシバル・ラッカムの肖像画が待ってます。名称どころじゃないらしい。ラッカム先生か。会話してるから。楽しみだ。このジャック・ドー君はどうやってページを手に入れたのだ。行くぞ。ピーブズが盗んだようです。それをジャック・ドーが盗んで。はあ、ピーブズめ。お、若き友人よ、いい旅を。いい旅を。ギラケゴマ。ずっと私たちの足元にあったのか。来たね。やばい、先生には見えないやつが渦巻いてます。
しか見えないやつが、あ、見えます？これ今、あ、今見えてるのか、先生。プラネタリウムじゃん。あ、ウユニ塩湖。地図か。これはホグズミード。え、地図、あ、すごい。で、こっちは禁じられた森か。そしてもちろんホグワーツ。実に素晴らしい。すごい。国土地理院から発行されてる本だったんだ、これ。そういうことか。君にも見せたかったよ。見てますよ。俺じゃない君ですか、もしかして。そうやって第三者のことをね、こうやって二人の時に話すのよくない。ラッカム先生、頼まれた通り本を台座に置きました。こちらは指導していただいているフィグ先生です。はじめまして、フィグ先生。君にも本を持ってこなければならん理由が分かったかね。はい、なぜこの部屋を地図の間と呼ぶのかも分かりました。ここまで来られたということは、君には並外れた魔法の力があるということだ。使い手として認められれば、君はその力と可能性を引き出せる。試練は全部で4つ、それぞれの場所が時間とともに地図に現れる。いずれも君を試すとともに価値ある知識を授けてくれる。試したがりたち。試練には一人きりで挑まねばならない。グリンゴッツで見た編集部の記憶を覚えているかね。どれだ、グリンゴッツの記憶ってどれだっけ。正直に言ってもその記憶を見たのは覚えてますが、詳しいことは思い出せません。私と友人のチャールズが、あ、あれか、はい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 、古代魔術の痕跡が見えるもののために作った試練について話していた。チャールズも守護者だ。守護者とは数百年前に私たちが集めた勇士でな、知識を守ると誓い力を尽くしてきた者たちだ。おそらく今この時のためにな。それじゃあ遺跡からグリンゴッツへの旅も、金庫も、金書の棚も、この部屋を見つけることも試練じゃなかったんですか。いずれも旅の重要な部分ではあったが試練ではない。君がここまで来たという事実は良い前兆だと言えるがな。このような試練を設けたのは、我々が守ってきた知識と力が間違った者の手に決して渡らぬようにするためだ。生まれ持った力と身につけた力とを試させてもらう。だがただ試すだけではない。試練の中で君の持つ力を何に使えばよいか、それが自然とわかるようになる。忍耐が肝心だ。時間はかかるが、試練から多くを学びたまえ。すまんが、そんな時間の余裕はない。フィグ先生、我々は長年待ったのだ。もう少しくらい。失礼ながら、私は君の持つ秘密は知らないが、この若き友人が痕跡を見たことは知っている。ゴブリンによって使われた強力な闇の魔術の痕跡をな。グリンゴッツにある君の金庫を去る準備をした時に、強力な魔法を操るゴブリンに出会ったのだ。そうだ、もはや手遅れかもしれない。そうだ、支援とかいい。引き捨てならないな、若き友よ。フィグ先生を信頼しているかね。はい。であれば、君の確かな腕前とこれまでに成し遂げた全てを踏まえて、早速始めるとしよう。下の地図で最初の試練の場所を確認したまえ。試練の場まではフィグ先生の力を借りてもいいが、試練に挑めるのは我々と同じ力を持つ君だけだ。あ、やっぱこの力大事か。すまん先生、行ってきます。見てみようか。さすがにちょっとね、パワーが、生まれ持った才能とやらが、そう遠くない、その目で見たかもしれんな。うん、わからん。それはないと思います。若き友はあまり旅をした経験がありませんから。君の指導者として安全を確かめるくらいしかできない。なるべく早く来るようにな。当のことをご存知ですよね。何か教えてくれませんか。あまり知らない。だが何度もそばを通った。場所はホグズミードの北だ。ホグズミードの北、確か廃墟だったはずだ。
だがその見てくれに反して何かを隠しておるということは明らかだ。できるだけ早く塔に会いに行きます。また会おう。気をつけなさい。行き先を誰にも告げないように。はい、行くか。誰にも告げないように。オグズミードの北ね。どこだ、こっちか。ああ、もう一回話したがってんだ、ラッカム先生の肖像が。なあ、おめえ、さっきからよ。衝撃呪文のフリペンドを習得したくないかしら。あ、終わったわ。ちょ、俺開くタイミングが早すぎる、いつも。本室にいる私に会いに来て。衝撃呪文のフリペンド？なんだそれ。聞かせろ。うわー、でも大変だ、なんか。デパルソ引かれないんだよな、ちょっとな。衝撃呪文のプリペンド。衝撃呪文のプリペンドいいな。ん？フリペンドだった。衝撃呪文のフリペンド。ラノベのタイトルかな。え、めちゃめちゃ遠いんだが。サンバカ、サンバカの塔ね。サンバカの塔かよ。オッケーオッケーオッケー。サンバカの塔行くか、じゃあ。一旦ここを狙うか。行きました、サンバカの塔まで。1v3 ってことか。サンバカの塔だし。凍結呪文のグレイシアス。おい、ちょっと。でもその前にいくつか課題をこなして。いいのばっか急に。え、凍結呪文グレイシアス。うわー、凍結呪文グレイシアス欲しくない？でも一旦ちょっとサンバカ行くか。せっかくだし。来ちゃったしな。あ？アイテム開けない、ここ。あ、開けた。行くぜ。ウィーン。行きまーす。レッツゴー。いや、でも便利やな、これな。歩きとか考えられませんわ。もうこうやって森からね、抜ける感じ。早い。あまりにも早い。見てください、下。ねえ、敵が、ミニマップ上、すごい敵がね、大量にいるけど。もうそんなん、もう全部無視。かわいそうにね。まあ多分、この下にいるモブたちが、このゲームで最も無視された敵キャラなんだろうね。ご丁寧にね、配置してくれてますけど、誰も戦いません、こんなのと。はい、こんにちは。いつもね、オッケー。お、しかもちょうどここじゃん。よいしょ。待つか。おい、こっちだ。また野宿。野宿し放題だぜ。誰かいる？そうだ。乱禄の信奉者がおる。十数人は見えるが、ま、それ以上かもしれん。姿現しで入れませんか。そうしてもよいが、塔に何があるかわからん。だがそれ以上に あの場所におる理由を知りたい。姿現しで入った時さ、この先で野営上下左右にトゲあったら知る。何かする前に少し調べた方がよいだろう。行こう。困ったな。まったくな。こっち。それとここで目くらまし術を使うべきだろう。到着を知らせる必要はない。コブリンゴ。OK です。今のなんだ。バレたみたいです。静かに遊べ。はい、敵に気づかれずに接近すればはい、ちょっと早く言ってほしいけど、ペトリフィカス・トタルスを唱えることが可能です。これによって弱い敵を永久的に無力化し、強い敵には大きなダメージ。すごっ。何これ。ああ、このまま突っ込んでいくのも手だろうな。お、行こうぜ。ウィンガーディアムレビオーサ。なんかウィンガーディアムレビオーサ。なんだ？ウィンガーディアムレビオーサ。コンフリンゴ。
おお、気が合うね。行くぞ。コンフリンゴン、コンフリンゴン、ルーモス。アッシュ。効かないね。コンフリンゴン。いいね。ディフェンス、ディフェンス。ガキめ。石。コンフリンゴン。効かないね。プロテゴ。コンフリンゴ。俺がステルスか。楽しみ。ウィガーディアムレビオーサ。ウィガーディアムレビオーサ。これでかい。動かせるものあるかな。あ、動かせる。ウィガーディアムレビオーサ。これでぶん殴ろうぜ。これで。これでぶん殴ろう、これ。持ってこう、これ。行くぞ。ウィガーディアムレビオーサ。ウィガーディアムレビオーサ。ウィンガーディアムレビオーサ、敵ないわ、もう。敵いない。敵いなかった。敵いないの、もう。俺のウィンガーディアムレビオーサは？俺のウィンガーディアムレビオーサはどうしたらいい？この振り上げた拳をどこに下ろせばいいのか？ほら、ほら、ほら。練習しとこう。ガーディアムレビオーサ。コンフリンゴいいね。俺がコンフリンゴ使ってることを言われないかな、なんか。ビグ先生に。目的地に到着しています。ゴブリンの出現について調べる。よくわかんないけど、万引きしまくればいいの。ねえ。お、はい。What？ 理由がわかるような証拠。なんかを見たんだろうな。アドマチを見たみたいな感じか。法に追い返しておいてアドマチを見たって文言を引き出せてればワンパンだったんだが。お、なになになに、危ないね。ウィガーディアムレビオーサ。待て、これ、前方の仏壺。あるだろ、この辺に。あったあった、アドマチ。ランロクから直接の命令だ。命令書によれば奴らは名前に関するものを探しておる。何の名前だ、なぜここで。すげえ、これここで剣作ってんだ。出先で作ってんだ。あ、なんだい、あなたは。血を吸ってやる、血を吸ってやった。敵だ、長くは持たんだろ。Oh, no way! コンフリンゴー！おー！レビオサリテ、レビオサリテ。あ、ウィンガーディアムレビオサ！ほら、くらえ！ほら、くらえ！くらえ！ほら、くらえ！くらえ！くらえ！ほら、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 ウィンガーディアムレビオサ！ウィンガーディアムレビオサ！ウィンガーディアムレビオサ！ウィガーディアムレビオーサー、ウィガーディアムレビオーサー、ウィガーディアムレビオーサー、ノーウェイ、ルーモス、これだ、ウィガーディアムレビオーサー、ウィガーディアムレビオーサー、ほら、他は？あ、もう倒し終わった？敵視しておるものだ。ルーモス。それにしてもこれはどこか違う。強い。入り口を見つけたようだな。これか。行くぜ。開かない。
開かないぜ。え、すごい。ルーモス、解除呪文。ルーモス？便利だぞ。もしすぐに覚えられないなら、後で城に戻ってから練習しよう。解除呪文。アロホモーラは違うの。レベリオ。レベリオ。レベリオ。これは誰だろう。このローブなら誰でもおかしくない。レベリオ。読書家だったみたい。でも馴染みがない本ばっかりだな。ルーモス。すごい。え、これさ、あれか、隠れる呪文やったら一緒にやってくれるのか。これ。あ、やってる。どんぐらい一緒にやってくれるんだろうこれ。いた。いや、積んでない。先生大丈夫ですか。先生、ああ大丈夫だった。よかった。ウィンガーディアムレビオーサー置いとかないとな。いくぞ。最強の攻撃呪文。結構効いてたな、ウィンガーディアムレビオーサー。思ったよりダメージ高い。何百年にもわたって魔法がかけられておるな。これほど持つ呪文は初めて見た。サンバカーの塔へ。おお、出た。サンバカーの塔。サンバカーの塔って教えました。おっしゃいました、うん、そうだ。バカー先生という守護者がいるのだ。サンバカーの塔ですか。本当に君とまた再会できるだろうと思っていたのだよ。本当におっしゃいました。正しかったようで何よりだ。先ほどの騒音を聞くに、君がここへ来るのは簡単なことではなかったようだね。本当に手強かった。塔の外でゴブリンに出くわして。ゴブリンたちが私の金庫のことを知っているというのは気がかりだがね。彼らがこの塔と結びつけているのであれば、私が思っていた以上に大きな問題になっているようだ。先を急ぐしかないようだな。下の階、入り口の近くだ。君が見たこともないような古代魔術の宝物庫が解除されたよ。命じれば入り口が現れる。はい。すまないが、これ以上は言えない。フィグ先生は一緒に行けない。彼と私は地図の間で君を待とう。見たものを忘れないように。アーカイブに残してるから大丈夫だ。ランロクの信奉者がいかにして守護者の所有した塔を知り得たかを解明せねば。だが今はひとまずより大切なことに専念するべきだ。確か古代魔術の宝庫だったかな。そうです。ならば有能に磨きがかかっておる君に任せるとしよう。任せる。だが気をつけなさい。はい。ではまた地図の間で会いましょう。はい。おお、すげえ。姿くらばし。古代魔術。俺は知ってるぞ。姿くらばしです。あれは。入り口そば。古代魔術の宝庫、下の階、入り口そば。うん。コンプリンゴ。なんだこれ。帰ろ。え、なにこれ。ルーモス。ルーモス。あ、なんか明らかにここじゃん。でも光が伸びてたわ。来た。わあ、こんにちは。サンバカーのサンバカーのサンバカーの試練。サンバカーの試練だ。バトルか。バトルでやってくれ。頼む。打ち足りねえんだ俺は魔法。これはバトルだろ。グリンゴッツと金書の棚だ。
こういうとこに技マシンがあるんだよね、いつも。もう入れないか。サンバカの塔、こんにちは。ウィンガーディアムレビオーサ。ウィンガーディアムレビオーサできない、これ。高そうな皿だな、割っといてやるぜ。すごい、嵐対策も完璧。レベリオ、レベリオ、レベリオ。敵じゃないね、こいつらは。はい、レベリオ。もしかしてこれ下かい？下だな。おお、すごいな。ああ、効果はあったはずだけど、調べてみるべきかも。デュエリストのコーディネートだって。ああ、来た来た。すごい。わお。宝だ宝だ。44円。貧しいね、古代の人も。あ、デュエリスト手袋強い。これちょっと強いな、装備しとくか。強いわ。見た目はやっぱあれだな。これめっちゃいいんだけど、これめっちゃいいけど、まあでもこっちやな。ホテル版じゃん。おー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 おお、大丈夫、間に合う間に合う、これ間に合う。ルーモス、おう、ごめん。古代魔術の痕跡がもっとある、何かが違うはず。あ、やった。レベリオ、レベリオ。とりあえずレベリオしてくれ。ルーモス。なんだここ、またなんか不思議な空間に入ってきたね。いい兆候じゃないが、お、少なくとも来た、今回は予想できてる。来た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 。ウィンガーディアムレビ、ウィンガーディアムプロテゴ、ウィンガーディアムレビオーサ。あー、出れー、殺して。ウィンガーディアムレビオーサ、フライナ。痛いね、痛いね、ほら痛いね、ほら痛いね、ほら痛いね、痛いね、ほら。なに、レビオサーの媒体を探せ。レビオサーの媒体がない。そんな、こんなところで負けるわけには。ああ、ウィンガーダメだ。そう、こんなところまで来てどうすればいい。どうすればいい、どうすればいいんだ。そう、ないだも、何もない。ふう、待てよ、クライナ、ルーボス。あー、危ねえ。ルーボス覚えててよかった、ルーボス覚えててよかった。ウィンガーディアムレビオーサの媒体が他にない。コンプリント、アクション。よし、これで渡っていくのか。あー、宝箱ある。チクショやってくれたぜ。やっていく、あれ。あれないんだよ。
レベリオン。そう、宝箱を人質に取るとは卑怯だぜ。アクション。なんかあんのかな。アクシオンを使ったんだっけ。はい、使いましたよ。こっちに来い、こっちに来い、宝箱、宝箱こっちに来い。ちくしょう、レイヴンクローの頭脳をもってしても終えられねえこのミッション。あの台から目的の場所へ行けるはず。アクション。ある引っ張れる場所ないぜ。一旦ここ行ってみるか。何か見えてくる世界があるかもしれん。おう、あ、待てよ。古代魔術の痕跡を探すって言ってたの。こうやってこうやって引っ張るじゃんね、くら。ルーモス。こうやって引っ張るじゃん。アクション。こうやって引っ張るじゃん。ほら。ほら。ほら。ついた。ついたね。あとはどうやって俺が乗るかだね、あれに。古代魔術の痕跡を探すって言っても。それってどこなんだろう。そう、あの宝箱欲しい。ないのか。待てよ。ちょ、一旦こっちだな。アクション。なんでここ箒乗れないんだろうね。古代魔術の痕跡を探すって。それってどこなんだ。畜生、こんなことならレベリオなんてしなければよかった。うるせえなお前、黙ってろお前。なんか他の呪文使うんかな。レベリオ。古代魔術の痕跡を探すって言っても。やばい、ムティクが、どこなんだろう。ムティクがせかしてくる。待て、金目のものがあるんだぞ。待てよこれ。アクション。これを自分で引っ張るよこれ。ああもういや。ウィンガーディアムレビオンサでも解決しない。なことがあるんだな。俺いけんのこれ。古代魔術の痕跡を探す。まだいけないんだね、これ実は。それってどこなんだろう。いけない感じあるぞこれ。まだこんな難しいわけがない。待とう。アクション。馬を。いけないと見た俺は。待てよ。古代魔術の痕跡を探すって言ってもこうやるじゃん。マップ、光源負けてる、光源負けてる。これでさ、あれは、いやこれは無理だな多分。これないのかな、こっち。あ、宝箱引っ張れたらいいんだけどな。
いや、ここまで来た。これいいよ。古代魔術の痕跡を探すって言っても。デパルソ。デパルソか、これ。デパルソ。どこなんだろう。デパルソ。やっぱトリガーみたいなやつじゃないと引っ掛けれないな。遠すぎて届かん。これデパルソで吹っ飛ぶんだよ。古代魔術の痕跡を探すって言っても、それっていけないわ。これいけないわ、いけないわ、いけない。結論、いけません。これはいけない。もうあっこまでやっていけないならいけない。あ、あ、いけるようになった。あ、うぜえ。あ、待って、ちょっと、うぜえ。アクション。ありがとう。これもらっていくか。なんだよそれ。安っ。90円しかもらえない。今の魔法は何をしたんだろう。あ、学者のマントね。アーチの動画から色々と調べてみるべきかも。いろいろ調べるべき。何？もうそれどころじゃないぞ、俺は今。コブリンゴ。ああ、なるほどね。アクション。こっち行くのか。また像がある。お、来た。ウィンガーディアムレビオサ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 。まずは一体。ウィンガーディアムレビオサ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 。見たいと。簡単にはいかないね。簡単にはいかなかったね。さすがにね。まあやっぱ強敵をここまで来ると。これなんか普通に殴るより強いぞ。ウィンガーディアムレビオーサ、ウィンガーディアムレビオーサ殴るより強えって。お、すげえ。明らかにここだな。レベリオ、レベリ。古代魔術の痕跡を探すって言っても、それってどこなんだろう。はいはい、おお、これは普通に徒歩で行っていいのかな。あ、ここか。あ、このアーチは両側から調べる必要がある。なるほどなるほどなるほど。このゲートの色で今どっちにいるか判断すればいいのか。よいしょ。じゃあ向こうまで出ていく。アクション。もう届く。便利な世の中やね。戻るか一旦。どんな感じだったか忘れたけど。これでいけるかな。いける。よいしょ。うわ、やられたぜ。あの魔法でアーチの両側は何か変わったのかな。え、あれどうやって飛んの。変化はあったはず。どうやって飛んだ。え、どうやって飛んの。あれあるわ、こっちの世界にあるじゃん。一
旦じゃあ、あの宝箱取り行くか。アクション。サンバカの試練、ガンダンじゃねえか。こんな感じか。アーチに入るときと出るときの部屋の違いを調べよう。オッケーオッケーオッケー。まあこんぐらいにしといてやる。いいね、この俺このテレポートみたいなやつ好きなんだよな。よいしょ、届かず。テレポートというかこのパラレルワールドのゲート好きだわ。パラレルワールドなのかわかんないけど、向こうの世界が見えてるゲート、不思議。ポータルとかすげえ好きだったわ。アーチの両側を使って、ポータル2もやりたいな。アーチの向こう側に動かさなきゃいけないんだ。うん、簡単だね。この床にはどうもなれないな。62円、ありがとう。わーお、すごいすごい。これはボス？レベリオ。レベリオ。ボスじゃない。お、ボス、ボスだ、ボスだ。ウィンガーディアムレビオーサ。ウィンガーディアムレビオーサ。俺を殴るって？やってみろよ。ウィンガーディアムレビオーサを突破できるならな。ウィンガーディアムレビオーサを突破できるならな。オブ。どいつだ、どれだ、俺を殴ろうとしてる。お前か、中断。ウィンガーディアムレビオーサなら攻撃を中断できるぜ。なぜならウィンガーディアムレビオーサだからだ。足元にご注意。ウィンガーディアムレビオーサ、ウィンガーディアムレビオーサ、お前か。いって、やるな。ウィンガー、あ、弾けて、と転がったやつで弾けて砕け散ったぜ。ウィンガーディアムレビオーサ、ウィンガーディアムレビオーサ、ウィンガーディアムレビオーサ、いって、やるな。ああ、俺のウィンガーディアムレビオーサをよくも突破したな。ウィンガーディアムレビオーサ、待ってよ。危ねえ。ウィンガーディアムレビオーサ。ほら、これがええんか。どいつや、お前か。やらせねえぜ。足元にご注意。壊させないぜ。どいつだ、お前か。ああ、そう。ああ、バイタイ。ないか、あとダメだ、プロテゴン。どうする、媒体が、媒体がなくなる。痛くねえ。待てよ、どうする、待て、なんかあったず。才能を目覚めさせる、グッズボ、グッズボ、ここで才能を目覚めさせるんだ。エクスペリアームズ、エクスペリアームズで拾った武器が掴めるようになるみたいなやつなかったか？これだ！これか？え、でもこれ違うか、ちょっと。これどういう感じなんだろうな。これちょっとわからんな。取ってみよう。弱そうだし。弱そうだし取ってみようぜ。誰も使わなそうだから逆に取ってみる。目覚めた俺の才能！さあ！何ができる俺は今。ほら！わかんない！何ができるのかわかんない！ジャストワード！プロテゴ。砕け散ったね。痛い。痛い痛い痛い。一旦ウィゲンウェルデアク飲みます。何ができるようになったんだ俺は。コンフリンゴ、コンフリンゴ、行くぞ。俺ウィンガーディアムレビオーサを奪われたら何もできねえよ。もうレパロで直せないのかなって。もう天才じゃん、試そう。レパロ、あ、でも砕け散ってるわ。レパロ、あるじゃん。ウィンガーディアムレビオーサ。あ、違うわ、これ無理か。
レビオサできない。次壊されたらレパロ試してみよう。レパロ。でもダメそうじゃないこれ。あ、できそう。ダメだ。エクスペリアームズで武器武装解除ありかも。ちょっとこの尖った編成でやるか。このデッキでやってる人いないだろう、このゲーム。あ、まあもうアクションができなくてつぶ。それってどこなんだ。アクションが使えないと詰みました。アクション。よいしょ。怖っ。なんか意味ありげなあのクッキー。一旦こっち。死んだ？死んだ普通に今俺。声が死んだ？いないの？さっきなんかいなかった？なにこれ？もやついてるな。あ、これで、これで、これで、アクション。これでどうする？ちょ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 、邪魔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 。乗れないよこれ。あ、俺積んだこれ。あ、乗れたわ。すごい、やってみるもんだな。あ、これが挟まっちゃったよこれ。待って。これ邪魔。これ。え？あ、なんかいけた。これは、え、これどう、え、これは？ああ消滅した。わけわかんねえ。え、てかなんか感性がはっ、え、なんか進めてる。頑張れ。こっちら。あ、これいるんだこれ。つかめてる、つかめてるんだこれ多分今。こっちこっちこっち。もっともっとこっちら。頑張れ。もうちょっと。いいぞ。これ届く？これ。これ以上動かないか？これ。行くか。うっ！あー！惜しい！惜しい！三バカの試練むずいね。ちょっと三バカの試練むじいじゃん。やるな。待てよ、これはどうすんだ。じゃあ一旦これこっち寄るな。でこの辺からあれ掴めないのかな。
てる時は引っ張れるんや。あ、なんかこれだ。あ、てか普通にいけるやん。え？てか俺さっき絶対ダメだったじゃん。今これ見えてなかったよ。俺さっきこれ、さっきこれ見えてなかったけど、あれ行ったらどうなんじゃろ。あぶな、危うく違う世界に迷い込むとこだったな今。あぶな、怖いわ本当にこのゲーム。ちょ、IQ 高え。さすが IQ103 の頭脳を持つムティクリガースイ。レベリオ、レベリオ。お、なんだ、幽霊がすごい。宝箱はめっちゃあるんだよな。え、ボス戦じゃんこれ。あ、ちゃんとウィンガーディアムレビオーサ用のオブジェクトがたくさんある。ボス戦来い、来たー、ウィンガーディアムレビオーサ。待って、ちょ、やるね、し、やられたよ。どけ、どれどれどれ。あああ、待って、レパロン、そんな返せ。よくもやってくれたね、こっちの番だぜ。ああ、やばい、死ね、まずい。ウィンガーディアムレビオーサ、なにー、ちょ、即死技。冒険が終わってしまいました。冒険終わったんだが、ちょっとおい、冒険終わってしまいましたじゃないんだよ。強すぎだろ。嫌な雰囲気。こっち来い、こっち来い、こっち来い。オッケーオッケー、止めた止めた、いいぞいいぞ。こうだこうだ、完全にかぶっ刺さってる、ぶっ刺さってる。ウィンガーディアムレビオーサ、ぶっ刺さってる、ぶっ刺さってる。ああ痛い、やめろバカ。危ねえ、危ねえなお前。待て、はいはいはい。オーノー、惜しい惜しい惜しい、一気にめっちゃ飲んだ。待って、行かないで、危ねえ。あー、これて一瞬で飲めるんだね、めっちゃ飲んだわ、クールタイムあると思って。プロスコ、ウィンガーディアムデビオーサ。オッケーオッケーオッケー、はいはいはい、オッケー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 、あ、当たれ、オッケー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 。あー消えた、あとあとあと2個、あと1個ある。一旦これ、オッケーオッケーオッケー、ウィンガーディアムレビオーサ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 。なにー、待って、危ない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 。あ、待って、聞かない、聞かないのか、え、聞いてんのか、ちょっと減ってる。なんだお前、待てよ、一旦ルーマス、いや勝てえこいつ。
てえ、まずい、砕け散った。どうする、もう俺ウィンガーディアムレビオーさんは使えない、やるしかねえのか。一旦猛ダッシュしよう。あ、これ絶対当たるんだこれ。なるほどね、これで戦うしかねえ。エクスペリアームスエクスペリアームスじゃねえんだよ、まずい。おー、あー、おいしい。さすがに呪文を組み替えるときは来たようだな。いや、これ直らないな、直せない、もう何も何も直せねえ。じゃあ戦うしかねえってことだ。俺たちは行くぞ。アクション。レビオ。勝てえ。10ダメージだってよ。待てよ。呪文を殴れるんだよな、あれ。いて、なんだ、チャージ中のオーブを破壊する。無理すぎ。待てよ、とりあえず使えるやつ全部ぶち込む、チャージしたら。一旦ルーモス持っとく。オッケー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 。いや、ルーモスが結構効いてんだよ。ここだ。あー、インセンディオは違う。エクスペリアームス、コンフリンゴ、インセンディオ。さあ、終わりだぜ。ルーモス。あー、危ねえ。やれやれ。やれやれだぜ。危なかった。ウィンガーディアムレビオーサ楽しいな。ウィンガーディアムレビオーサ使ってこう。また憂いの震いだ。これ見るか。お、顔でか。え、雨が降ってきたな。オールレビオーサー縛り、何かやってくれ。あ、自分は懐に。周りの世界を変化させる君の力は実に素晴らしい。こいつがラスボスなんでしょ。だ、どうした。父が良くならないんです。兄を失った悲しみから立ち直れないのかも。愛する人が苦しむのは辛いな。ずっと前のことなのに、子供を失った苦しみが昨日のことのようによみがえるみたいで。父に必要なのは柱じゃなく安らぎです。私に何かできませんか。お父さんに十分尽くしているよ。まだ足りません。苦しみを取り除いてあげたい。苦しみから解放するための呪文。使いたい気持ちはわかる。君が持つ物質世界を超えた変化を起こす、この魔法をね。しかし人の感情はそれ自体が大きな力を持つ。たとえ善意あふれる有能な魔女でも、大きな感情を操作した結果どうなるかなど分かるはずもない。父さんが壊れていくのを黙って見てろと言うんですか。レパロ？レパロするか。君が肩代わりしてはいけないんだ。
これ絶対ラスボスだこいつ。もうこいつ絶対悪いこと、もう闇落ちするわ。絶対闇落ち、闇落ち確定だ。生徒がお茶の葉に見るもののおかしさときたら想像以上ですな。ああ、ミス・モーガナーク、いや、モーガナーク先生と呼ぶべきかな。進化した。まだちょっと慣れませんね、ルクード先生。時間飛んだ。闇の魔術に対する防衛術の教授だそうだな、誇らしいよ。さあ、座りなさい。旅の話を聞こう。よかったら今夜は皆さんと一緒に家まで来てくれませんか。話したいことがたくさんあります。それは楽しみだな。皆にも知らせよう。よかった。ではまた。モーガナーク。悪そうだし、なんかモーガナークって。別の記憶だ。さて、出口を探そう。帰りの三段立ってなかった。お、洒落た魔法使いの帽子だって。なんだそれ。見せい。ふう。出た。見た目は、まあまあまあ。見た目はね、もう帽子かぶってないのが一番。お。結晶がもっとある。あそこから地図の間にも。ローリングで入れませんでした。お、ここに来るんだ今。ごめん、待った。あ、増えた。おや、僕はホグワーツの生徒です。こちらはフィグ先生。私はチャールズ・ルックウッド教授だ。最初の試練を突破したのかね。僕です、ルックウッド先生。隣の人じゃありません。憂いの震いであなたを見ました、ラッカム先生も。いかにも。で、君はラッカム先生の金庫へ行けるポートキーを見つけ、ペンシーブに浮いていたロケットの中にあった地図を読み解いたのか。はい、最後に見た憂いの震いに何かわからないものが浮いてるのを見つけました。試練ではそれに似た異物を探すことになる。しっかりと守らねばならんぞ。我々が用意した旅を完了させるのに必要なものだからな。全てが揃ったら何をするか教えよう。わかりました。次の試練のことは何か教えていただけますか。君が先へと進む前に、私はチャールズと基金の問題とゴブリンについて話をしたいのだが。ゴブリンだと。ゴブリンによって使われた強力な闇の魔術の痕跡を見たのだよ。彼らは指導者のフィグ先生とサンバカーの塔近くでゴブリンと出くわしたが、それだけではないのだ。彼らはグリンゴッツにある私の金庫でもゴブリンと遭遇したのだ。詳しいことが分かるので試練は中止すべきだな。おお、はい、もうダメだって、中止した。もちろんこの件については君に従おう。さてと。待ってください、ルクートって名前、もしやビクトールと関係があるか。可能性はあるが、どうだろうな。まず憂いの震いで何を見たのか教えてくれ。最後の憂いの震いで出た石ドーラがホグワーツの教授になる前、ラッカム先生と苦痛を取り除く魔法の使用のことで言い争いを。次に詳しいことがわかるといいのだが、今はランロクが何を知っているか突き止めなくては。正直どこから始めればいいかわからんな。実は心当たりが。以前三本の箒でシローナがゴブリンと話してたんです。仲が良さそうでした。やる価値はあるな。調べてみなさい。もちろん勉学を忘れては。勉強ですね。はいはい。ああ、行く前に。なんだ怪しいの、お前ルックウッドなんて。渦巻くような魔法の痕跡に遭遇したことはあるかね。ああ、我らの道にあったものとは別にだ。ないと思います。何なんですか。それはかつての守護者の尽力の証だ。古代魔術を制御しようとしたのだよ。私の考えが正しければ大抵正しいのだが、それを使って魔法の力を吹き込み強化することができるだろう。ありがとうございます。探してみます。大抵正しいのだが。
なんやこいつ。私の考えが正しければ相手正しいのだか。使おう。あ、おはようございます。秋です。季節は過ぎます。ここは蘭禄に滅ぼされた世界。俺たちは何もできなかった。ただ手をこまねいただけで秋になっていた。気づけば三本の宝器のシローナに宝器のアップグレードの準備ができた。待ってた待ってた。寄ってくれ。人に知られたくない緊急の案件があるんだ。いつでもいい。お前の都合がいい時に俺のところに会いに来てくれ。俺たちはお互いに助け合うことができるはずだ。いろいろ来てるね。え、なんか呼ばれとる。はいはいはい。これって新しいやつよね。あ、違うわ、全然全然だわ。こっちやった。あ、でもやっぱ会いに来てほしいあれでもこれも過去だな。リグ先生の手紙全然読んでないな。おお、すごい。なにこれ、めちゃめちゃあるな。めちゃめちゃある。記録更新。いや、ちょ、ほうきもね、欲しいな。ま、といったところで、今回はここまでですかね。キリもいいし。うん。キリもいいので、この辺りで終わりましょうかね。ということで、お疲れ様でした。いやでもウィンガーディアムレビオーサー、ウィンガーディアムレビオーサーをね得たことは大きな一歩でしたね。ホグワーツレガシー、また近いうちにやります。近いうちにやるんですが、近いうちにやります。また。